はい、皆さんこんにちは、和道です。はい、こんにちは、小川でございます。こんにちは。今日はですね、2018年の1月の23日、14時33分です。ふわっちから生放送でお届けしてます。皆さんよろしくお願いします。ちょっと響いてる、はい、音ちょっと響いてるみたいですね。生活保護完全マニュアルということで、今日は第2回目の、放送になります。生活保護について語っていきますので、生活保護に関心のある方、見ていただけると嬉しいです。この番組、ツイッターの方で拡散していただけると嬉しいので、ぜひツイッターの方で、この番組を拡散していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ツイッターアカウントみんな持ってますよね。ぜひぜひ。まずね、今回のゲスト、前回と同じくゲストの紹介をさせていただきます。行政書士の小川祐樹さんを今回ゲストにお招きしました。昭和46年千葉県生まれ、早稲田大学法学部卒業しております。船橋市役所に入所して、船橋市役所でケースワーカーを11年、はい、生活保護の担当をするケースワーカーを11年されていました。でその後退職をして、行政書士の資格を取得されております。現在はですね、ブログとか動画にて、生活困窮者の救済のために、生活保護のきちんとした、法律に基づいて適用できるように、活動をされております。なので、もう生活保護の、バリバリの専門家の方ですので、ぜひ生活保護にね、わからない方とか、ぜひぜひ、コメントで質問していってください。で、前回の放送を踏まえてなんですけれども、はいはい、生活保護がそもそも何なのかっていうのがあまり伝わっていないんじゃないかっていうことを思いました。あ、はいはいはい。で生活保護を語る上で、憲法、まあ、25条専属権のお話だったりとか、そもそも憲法とは何なのかっていう部分を理解していただいた方がいいと思うので、ちょっと小川さんの方からお願いします。はい、私は行政書士の小川祐樹でございます。よろしくお願いします。そうです。まずですね、生活保護なんですけど、まずその元となるものが、いわゆる全ての法律の元となるものが、まあ、憲法なんですね。憲法、じゃあ憲法って一体何ですかと、まあ、最近よく憲法改正とか、まあ、騒がれてると思うんですけどね。そもそも憲法って何ですかということなんですが、憲法っていうのはですね、もともとですね、もともとヨーロッパでまず憲法ってできたんですけど、もともとは要は昔はですね、要は王様がいて、王様がもう自分の独断でもって全て決めたんですね。あの人処刑しろとかですね、税金上げろとかですね、まあ、税金というのは昔は分からないですけど、まあ、年貢かな、まあ、それを上げろとかですね、あるいはこの人を気に入ったから自分の、まあ、なんだ、まあ、奥さんじゃないけど、まあ、女にしちゃうとかですね、したい放題やってたと。でこれではですね、当然皆さんたまったもんじゃないということで、まあ、いろんなですね、動きがあって、じゃあきちんとですね、法律で、ね、王様が勝手なことできないように縛りましょうというものが、いわゆる憲法なんですね。もともとの生まれが憲法。そう、王様に勝手にことさせない、一番のポイントは勝手に税金を取らせないということですね。これが憲法。まあ、もう一つは国会というものを憲法に基づいてできたんですけどね。国会というものもそう、勝手にね、やらせないようにすると、はい、でその憲法というものがですね、じゃあ日本においてどうだったかと言いますと、日本もずっと江戸時代、まあ、お殿様の時代はずっと続いていて、ようやくまあ江戸時代、まあ、要は江戸幕府ですよね、それが終わって明治に入って、まあ、一応まあその、まあ、国民というかですね、まあ、市民平等といって、要するに武士とか商人とか百姓とかって昔は身分で分かれてたんですけど、これがなくなった、ね、近代社会になった。でその時は初めて明治に入って、ようやく日本でも憲法というものができたんですね。もちろん内容はかなりですね、国民に冷たいものでしたけど、一応、まあ、最低限のルールがまあできました、憲法で。ただこの時の憲法というのは、いわゆる主権、なんていうんですかね、一番この強い力を持っているのは一応、まあ、天皇陛下、表向きはですね。でその天皇を補佐する内閣ですね、これが一番権力を握っていた。だからどちらかというとですね、まあ、王様を縛ると同時に国民も縛る傾向がちょっとあったんですね、もともとの、まあ、これ大日本帝国憲法と言いますけど、要するに太平洋戦争、アメリカと戦争をする前の憲法ですね。そう、
でその時に結局この憲法でもっていろんなその、まあ、戦争が起きていろんな人がお亡くなりになっていろんな人が死んで、まあ、いろんな人が苦労をしたということで戦争に負けて、でアメリカが来て、でアメリカが、まあ、こんな憲法をですね、ダメだということで、まあ、変えて、それで今の憲法が、まあ、誕生したんですね。で誕生の経緯についてはちょっとここもう省いちゃいますけど、要は今の憲法というのはもう完全に国民が中心主権、もう過去のように天皇はですね、天皇に全てを任せるんじゃなくて国民が決める、全てを決める。でそれで一方でですね、ここからポイントなんですけどね、生活保護につながっていくんですけど、国民の生存権、要するに、戦争中あるいはその戦争の前はですね、あの命をですね非常に軽んじる傾向がですね、あの憲法上あったんですね。要するに国民は天皇陛下の席士、要は席士という、要は簡単に言うと天皇陛下、まあ、要は子供みたいなもんだと、だから子供のために尽くせということで、要するに死ぬことをですね美徳としたんですね、天皇のために死ぬことを。でそれはダメだよって今回の日本国憲法であって、生存権、みんなねきちんとね、まあ 最低限度の生活って、まあちょっと表現です、最低限度の生活、いわゆる生きていくために必要な生活、これは保障しましょうということで作ったのが日本国憲法の一番の元です。はい、これあのよくね戦争放棄のこと言いますけど、それよりも大切なのはこっちの方ですよ。でみんなね一人一人ね、どんな人でもね生きていくね権利があるんだと、これが日本国憲法で、厳密に言うと、まあ、第25条生存権というんですけどね、これがですね日本国憲法です。でこの生存権に基づいて、じゃあただ生存権はただバーンとあるだけでしょうがないんで、具体的にじゃあどうやってこれをですね実現していくかというところで、生活保護というものができたんですね。生活保護法で、生活保護においては全て日本国民はね最低限度の生活をですねすることができる。でただここにはですね一応自立の方もですね助長していくっていうのが一応付け加えられました。まあ、これはおそらく戦後直後なんで、まあ、財政の問題があるんで、みんながそうなったらどうする、どうしましょうっていうところもですね背景になったんで、まあつけたんでしょうけど、まあ自立ってのは別に何もですね、ただ生活とか抜けるっていう意味じゃなくて、生活の自立ね、例えばあのなんていうのかな、ご病気があってなかなかその生活が一人でできないのも、できるだけ一人でですね、まあ例えば家の、まあちょっと単純な例ですけど、家の片付けとかですね、そういったものを自分でまあできるように、人の力を借りずにですねできるようにしていこうというのが入ってきます。そこで生活保護っていうのは誕生したんです。でそのそこで生活保護ができて、で、まあ、その生活保護の細かいちょっと右翼を別として今の生活保護に至っています。ですので何回も言ってますけど、どんな人にも権利があるわけですから、よくですねあの窓口行くと若いからダメとか、あるいはなんで健康なんだダメとか、そういったことは一切ないということになっていきます。ですからまずこの憲法第25条のですね生存権、これに基づいて生活保護があるということをですね、あのこれをポイントとして頭に置いといてください。憲法っていうのは要約すると、はい、国が、日本国が国民に対して、生存権、生きていく文化的な最低限度の生活を営む権利を有するってことなんで、国が国民の最低限度の生活を保障するっていう約束をしたっていうことで、そうです、認識で合ってます。いいですね、国が国民に生活を最低限度の生活を約束をしたと。 で、その条項はどこかというと、日本国憲法第25条生存権というところに書かれていると。じゃあ具体的にどういうふうに実行するのかっていうのが生活保護という制度ですよという内容になってます。ここまで質問ありますか。あ、質問来てますね。最低現の文化的生活というのはどういう判断で決まるんでしょうか。なるほど、はい、非常にあのこれいいご質問だと思いますね。でこれをですね、一応決めているのはですね、まあ、ちょっと社会保障制度審議会というところで決めてまして、これがいわゆるですねこの基準というのは非常に難しいんですよ。で一応今行われているのが一般低所得者世帯の、所得、これを基準としているんですね。じゃあ一般低所得者世帯って何ですかってなるんですけど、これはですね例えば生活保護をですね申請していなくて生活保護以下の生活をしている人とかですね、まああるいは結果としてですねなんかわからないけど生活保護を知らなくて、生活している方とか、
そういった人たちの所得をですね、まあ、これどういう調査してるの、これ総務省がやってるんですけど、調査方法は公開していないのでわからないんですけど、そこで判断決まった金額を最低限度の生活費として、いわゆる毎回の保護費として5年に1回見直しをしてるんですね。一応こういう流れになってます。ただこれについてはですね、非常に今批判があって、今後はですね、要するに単純に今その、一般低所得者の方の、金額をやるんじゃなくて、いわゆるですね、現代において例えば皆さんスマホとかですね、時代によって買ってきますよね。例えばスマホなんか昔は持ってる人はごく一部だったけれども、今スマホ持ってる人はいっぱいというか、まあ多く持ってますよね。そういうふうに時代の流れによって、そのいわゆる一般的に持たれているものとか、そういったものを調査して、それで金額を決めていこうというですね、方向に今は変わってますね。じゃあ簡単に言うと、総務省が5年に1回見直しをするという調査を非公開でやっていて、そこから通達が来て、役所の現場の人たちが動くと、はい、そういうふうになると思います。少子高齢化に伴い、財源確保が難しくなってくるのではないでしょうかと。うん、そうですね、財源確保ですね、これはまあちょっと生活に限らないんですけど、で財源確保についてはですね、これについていろんな議論がありますね。まあ、一つは例えばですね、少子高齢化、要するに高齢者が多くて福祉が増えちゃって子供が少ない、働き手が少ないってなれば、通常の方法としては移民を入れましょうってなるんですね。一つの移民を入れる、普通だそう、一般的にはね。これ少子高齢化で、例えば一番いい例が、シンガポールはですね、日本以上で少子高齢化なんですね。日本は今一時期 1.2 いくつになって、今 1.4 いくつに上がってるんですよ、出生率上がってるんですけど、ただいかんせん、もうね、要するに今子供を産む人たちの世代の人数そのものが少なくなってるんで、これ率は上がっても人数は増えないんですね、これ日本の場合で。シンガポールはもっと低いんで、シンガポールはじゃんじゃんもう移民入れてます。で移民を入れて、でそこで働いてもらって収入を得ましょうという、収入税金を納めてもらいましょうですね、という方策をやっています。でただですね、この少子高齢化ってまだ各国で起きてなくて、これは初めてのまだ試みになってるんですね。そこで例えば一つ言われているのが、今皆さん聞いたことあると思うんですけど、人工知能っていうの、 AI ありますか、人工知能。まあ、簡単に言いますね、例えば今もう一番早く行われようとしてしているのが、もう銀行のいろんなシステムがもう行われるんで、銀行員が3割リストラされるんですね。ってことは、リストラされるということは人がいらないということですね、簡単に言いますと。だから別に逆に少子化じゃなくて人増えちゃうとあぶれちゃうんですね、逆に言いますと。であともう一個はタクシーなんかは、ね、いわゆる運転なんか自動運転、これをもう実験でも行われています。だからおそらくちょっと分かんないですけど、まあ、タクシー業界とかの反発とかなければ、まあ、早めに多分これ要するに簡単に言うとボタンを押して住所とか押して勝手にもうビューンと行ってくれるとか、あとあるいは音声であちこちって言えば行ってくれるとかですね、いわゆるタクシーもなっていくと、なってくるんで、僕これはね、ここから先は僕の個人的な考え方ですけど、 AI で仕事が奪われるというものすごい今騒がれてますんで、逆に皮肉な話、少子化で AI でもって僕は逆にそのいわゆる何ですか、雇用が奪われるとかそういうリスクがなくなって、きちんとしたですね、税収が私は得られると思ってます。ただ問題はその得られた収入がアメリカみたいにいわゆる外資系に詰める金融機関の人が何億もらって、一方で今回トランプさん支持者みたいな、なんていうんですかね、単純労働層、貧困層、そっちみたいにこう格差がガーッとなってしまうという、これをどう防ぐかが、まあ、じゃあ政治の役割だと思ってますね。はい、本当ですね。ただその今回その生活保護についてまあお話をしていくんですけど、財源確保の問題であったりとかはその生活保護に限らずっていう部分ですよね。財源が減っていくっていう部分、あとそのまあ単純にそのね、人口バランスが崩れていくっていうことで、その AI っていうその単純労働っていうのがなくなっていって、まあ富が分散されなくはなってしまうことは懸念されているっていうお話だったんですけど、今の話で思ったのが、生活保護って税金でどれくらい使われているのかっていう、ああ現代化ですね、はいはい、例えばこれ全部の話じゃないですか、税金のよくなんか生活保護イコール無駄、税金の無駄遣いっていう人もいるけど、その辺ちょっと掘り下げていただきたいです、そうですね、まずじゃあお金か金額からいっちゃいますね。一応生活保護ってのは国が4分の3、4分の1が市町村が出しています。まずこれ原則。
です。で、じゃあその4分の3の国の予算っていくらになりますかって言いますと、まず国家予算全部が98兆です、今回ですね。そのうちの3兆8000億円が使われています、生活保護費で。はい、これが4分の3ですね。で、だってことは4分の1を加えると、大体4兆ちょっとのお金が皆さんの税金で使われていると思ってください。4兆円。4兆、はいはい、4兆ちょっと、はい。はい。で、これがですね、まあ、当然、まあ、権利だからもらうという考え方もありますけど、もう一点の考え方はですね、いわゆる犯罪防止っていうのもあるんですね。抑止力。抑止力です。はい。はい、要するに人間ってのはね、北朝鮮見てれば分かるじゃないですか。お金ないとね、ああいう悪いことするんですよ。うん。うん、要するに、別に北朝鮮の人のね、今の政権たちが、もともと生まれながらにして悪者じゃなくて、要するに自分たちがお金ないもんだから、ああやってミサイルだなんか作って脅すわけですよ。簡単に言うと金くれってことなんですよ。彼らがやってるのは。ミサイル作って、俺なんかあって一発撃ち落とすぞみたいな。で、当然生活困窮してる方も、例えばですよ、この保護制度なくなった時に、まあ黙って自殺者しても言うか分かりませんけど、おそらく大抵の方はですね、例えば泥棒したりとか、あるいは万引きしたりとか、そういったことが起きてくると思います。うん。うん、なるほど。どうなんですか、その90兆ぐらい。の財源の中で4兆円ぐらいじゃないですか、はいはいはい、僕意外と少ないっていう印象なんですけど、いや少ない少ないです、はい、少ないです、はいはい、その説明しますね、はい、なんでかこれね、今少ないとおっしゃいましたけど、例えばですね、一つの指標を出しますとね、皆さん大体生活保護と比較すると年金ってものを比較するんですね、うん、いやだって生活保護は税金で、ね、年金生活したら、ね、税金払わないで苦労して、またその年金生活でもってある程度所得があると税金取られちゃうし、こっちはねちゃんと納めたのに年金の人はね生活保護者を納めないでなんかずるいんじゃないかと、ね、でもね、実はこの年金もこれはあんまり報道しないんですけど、国家予算98兆のうちの11兆円がもう年金にいってるんですよ、お金、ね、皆さんいいですか、11兆円ですからね、結構これシャレなんでこれ言われないんですかね、いやもう僕も本当に不思議なんですよ、はい、これね、だから生活保護っていうとね、テレビバンバーンって出てね、3兆8000億って出て、あと国民年金月6万、生活保護費13万って出て、なんじゃこりゃみたいな議論になって、そうこれなんで言わないかって、票数が多いからですよね、簡単に言うと。まあ、そうですね、だけどおそらく選挙怖いんですよ。はい、例えばね、今回、僕が試算したんですけど、はい、生活保護費が大体まあ最初、1割、まあ、今 5% になりましたけどね、はい、まあ、1割切りますっていう話になって、まあ、切りますと、皆さんの払う支給額の方ね、これ全部じゃなくて医療費じゃないですか、医療費の方は別にどうするか知りませんけど、いわゆる皆さんに生活保護のお金を渡すお金の1割を切るって話が最初だったの、渡すお金ね、いわゆる現金、だから8万もらう人は8000円減っちゃうとかって言いますね。じゃあ年金の方ね、例えば仮に11兆1割切りましょうってやると、大体年金のね、1人当たりがね、大体税金入るのが、今国民年金基礎年金部分は5万円ですので、2万5000円が単純にもうちょっと平たい計算しちゃいますけど、2万5000円が税金なんです。じゃあ1割金だったら2500円減らせばいいんですよ。じゃあこの2500円減らすっていうことをやれば、まあちょっとざっくり計算ですけどね、11兆だから、まあ大体1兆ぐらい減らせるよと、1兆財源できますよと、なんだけどこれやらないんですよね。やっぱりね、2500円減るとなると、今おっしゃった通り、やっぱり怖いんですよ。うん、年金生活で、なんで2500円も減るんだよっていう反発が。でも生活保費よりも2500円のお金少ないんですよ。明らかに1割やった場合は。そう。なんかこういう財源の使い方の話を しているときに、僕が最も違和感を感じるのが、なんか会社の経営であったり、その家計簿的な発想で、お金を節約しなきゃとかいう人が結構いるじゃないですか。だけど僕の考えなんですけど、国家って富の再分配としての機能が一番でかいじゃないですか、うんうんうん、だから貧富の差、多いところから取って少ないところにばらまいて、 それの金額のお金の移動の額の話じゃないですか、その90兆っていうのは。まあ、この辺がなかなか伝わりづらいのかなっていうか、そうですね、おっしゃる通りですね、富の再分配機能がですね、本来の国家のですね、役割なんですね。そうなんです。もしね、経営だけやるんだれば、そもそも政府いらないんですよ、極端でしょ、うん、別にこういう考え僕は取ってませんけど、俗にだから小さな政府、さかに言ってましたよね、まあ、具体的に名前言っちゃうと竹中平蔵さんですよ、小さな政府、とにかく政府は余計なことやらないね、お金使わないって言って、バン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 、きっとお金をね、何でもいいから切ってくるっていうこと、別に生活保護にかけらずね、そう。まあ、それも一つの考え方ですよ。そう。だから、おっしゃる通り、もしね、政府ってのは本来国家じゃないな、お金の再分配機能なんで、それをね、否定するんであれば政府いらないんですよ。そもそもそう。いや、そうなんですよ。だから僕、生活保護いらないっ
だろうとか無駄遣いだっていう人によく一言で反論するのなんていうかというと、アナーキストの方なんですかって、無政府主義無政府主義なんですかっていうことをよく言うんですけど、なかなかそこですよね。だからみんなのお金が集まって国が必要だっていう判断をしたところに配られるだけだから、国が儲かるっていう概念ってないはずなのになっていう。あのね、そうなんですね。で、それを実はね、概念を一回昔言ったのが東京都知事のですね、みのべさんってもう多分今の若い方っていうか、まあ僕の世代でも多分、まあ、僕はただそういうの好きでまあ知ってますけど、はい、関西の石原慎太郎さん、みのべさんってまあもう1970年ぐらいの知事だったかな。うん、結局、どっちかっていうと、今で言う左系の人。うん、で、あの人はだから、俗にまさに国家の再分配機能だと言って、だから生活保護についても結構しっかりやってきた方 で一方でカジノはね潰しちゃったんですよ、うん、要するにそもそも政府が金を儲けすることじゃおかしいだろうそう、ね、だからじゃあそこで当然都庁の役人たちは、まあ、もともと役人は一回作ったものを辞めるの嫌がるんで、いやそうは言ってももし辞めた場合なんかどこどこと経営かかなどっかの会社と契約してるんで損害賠償発生しますとかなんか言って大慌てになったんだけど、損害賠償そういう問題にならなくて金儲けはダメだっつってビャンって潰しちゃったんですね。あの石原慎太郎さん以上の公安ですよ、ある意味そう、いきなりカジノを潰しちゃったんですよ、うん、で当然損害賠償は、まあ、払うはめになったんですけど、でもねこれって一つ考えるとじゃ正しいと思うんですよ、うん、その細かいちょっとあれやりと、そもそも国家がね金稼ぎすると、まあ、意外とあのろくなことってか本来の目的を忘れちゃうんですね、うん、いや再分配のこと忘れちゃうんですよ、国家が金儲けだし、今の政府ってどっちかっていうとなんか政府が賃上げを求めたりとか本来労働組合とかやることをやったりと か, だか変なことやってるんですよ。どちらかおかしいですよね。おかしいですよ、すごい違和感感じて、子供の頃から変だなと思って、うん、なんか経営者みたいな話ばっかりしてるなみたいな。いやそうです、だから最近の逆に最近の知事は逆に言われるのにこう言わないんですよ。いや経営者的な知事がいいんだってこういう言い方をする方多いんですよ。あの経営者的な知事がいいんだと本来これ違うんですね。その経営者、まあ、経営感覚は持っててもいいですよ、うん、頭の片隅に。ただ経営者ではないと、うん、経営者がいなかったら自分で事業を起こして会社がやればいいんですよ、うん、そこで別に儲ける分には、まあ、ちょっと法律の範囲内であれば誰も文句言いません。あと普通に税金を納めればね、脱税とかしなければね、内仕事しなければそういいんです。でそうやって金儲けして税収を出してもらう分には誰も文句はないし、みんなが喜ぶ。例えば昔だったら卵こしフリちょっと古いですけどね、まあ、卵こしとか開発してみんなが楽しめればそれで儲ける分には誰も文句言わない。で政府は卵こしを作るとこじゃないんですよ。最近よくゆるキャラとか作ってますけどね、まあ、キャラそんな税金使うんだったら広告費減らせないと足しなんですよ。なんゆるキャラだ そっちの方が無駄遣いなんですよ。そうだからね、もうなんかね分かんないけど、まあ、でちなみに船主は民間が作るでしょ、はい、だから大体役人の人がやるね、船右衛門って、ね、誰も知らないです、船右衛門なんて。船右衛門っていうキャラクターがあるんですか？あるんですよ。あ、これ知らないですか？知らないです、ね。実はね、船橋の市の公認は船右衛門なんですよ。はい、で船右衛門作った人が今、市長、あまり言っちゃまずいかな、いや、言っちゃえ、市長やって、はい、そのスタッフだった人が市長公室だっていうバリバリのエリートのポスト行って、お前船右衛門って誰も知ってどざえもんだろっていう逆が出てくるんですよ。そうで船橋は民間が作ったんですね。やっぱ民間の人がそこは頭良くて、うん、船橋すごい人気出てますよね。え、どっちが先なんですか、船右衛門と船橋。船橋ですか？どっちか多分ね船右衛門が先だと思うんですよ。先なんですか？だから船橋の封筒はみんな船右衛門なんですよ。はい、船右衛門使ったって誰も、船橋使った方がいいですよね。そこに財源かけるんだったら、そう船橋使った方が多分船橋市民は喜ぶ。なんかねそれがね、その法的にねなんか本当になんかちょっと怪しいんだけど、なんかできないとかなんとか言って、なかなか船橋と認めなかったんですよ、うん、で最終的になんか市長は船橋と和解って意味、なんだ和解って意味不明な記者会見をしてえ記者会見までしたんですか？船橋と和解、和解って言うと、それ船橋市民の人怒んないんですか？そんなふざけたことやってないでちゃんと仕事しろって言わないんですか？で多分ね、はい、でもその市長さんは、はい、確かちょっと2017年の選挙でやっぱ2期目なんですけどね、はい、うん、まあ市長自体は結構真面目な人なんですけど、あの、まあ、だから職員上げたらどうしてもね職員向けですけど、2期目あのダブルスコアで勝ってますんで、まあ、だから市民の人 気,、うん、まあ、人気というか、まあ、統一が低い線もあるのか分かんないですけどね、いや自民公明党既存政党みんなほらオール体制で、まあ、共産党を除きますからね、まあ、支援したんで、うん、まあ、それもあって、まあ、圧勝しましたけどね、2期目はね、1期目は危なかったですけどね、うんうん、まあ、最初はみんな危ないんで、そう、だから結局、こんなくらいのことやっても、まあ多分、まあ、市民の関心が、まあ、あんまりなかったから、
対抗する方がもうちょっとね、そういった批判をすればよかったんだけどね、またつまんないこと言ったんでしょうね、あの対抗するあの人もね、なんかまた死をきれいにしましょうとかね、はい、なんかそんなこと言って、誰 もまた響かない、響かないフレーズをね、だから僕もそう、だからポピュリズムになってますよね、どん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 、もう日本だけじゃなくて、そう世界中、政治がね、そう、でね、でなんとなくね、あのずるいのはね、普通、まあ、ある意味では韓国がね、いや、韓国で変な国ですよ。変な国なんだけど、唯一思ったあのムン・ジェイン大統領、いい人がいいわけですよ。とりあえずムン・ジェイン大統領をやった理由は、やっぱり金持ち財閥許さないっつって、貧乏人から買ったムン・ジェインが人気あったんですよ。うん、で、ここだけはね、あ、まあ、なるほどだと思って、あのいわゆる国会議員の豪華な宿舎も潰されましたよ、韓国はですね。意外とね、韓国は貧乏人が金持ちを怒るっていうところがあるんで、うん、なんかそういうところありますよね、デモとか見てたの。ただちょっとね、でも僕、あれ見てて思ったのが、韓国ってそもそも財閥で成り立ってる国だから、財閥潰しちゃったら国自体なくなるぞみたいな。そう、僕ね、日本は違うんですね、はい、韓国とかは逆に財閥解体が引き金くんで、あれやばいんじゃないか。だから逆にね、韓国の人の気持ちはすごい、ね、理解できるし、はい、できるものすごい、確かに苦しんでますよねって、苦しんでるから日本に来て、こう受けようと、また言うと、なんかどっかのネットがあるんでしょうけど、韓国人が来て受けようとしますよねって、そうなんですね、うん、ただね、あのだから日本人の場合は面白いんで、あの例えば日本人は財界の人をね、これね、あの 今はないですよね、財界の人、まあ、財界の人は誰かも分からないとかありますけど、うん、財界のものをね、なんだあいつはとかやっつけるとかもあんまないですし。うん、だ戦前の日本は逆になったでしょ、財界の人が暗殺されたとかよくあったんですよ、戦前の日本はものすごい、あのそういうこと、日銀総裁が暗殺とか、あれその家を焼いちゃうとか結構あったんですよ、戦前は、まあ、そんだけ戦あ戦今、まあ、やることはいいかとか別ですけど、戦前の時の方がいわゆるその貧しい人がものすごいこう金持ちにこうバーッといって やった傾向が、ね、ありますね、まあ、な最終的にはその日銀総裁とかの言ってることが正しかったんですけど、そうだけどふざけんなっつって、なんかこう緊縮財政者ってわーとかね、やったりとか、その家族をやったりとか、有名なほら、な青年将校の反乱とか、あれももともとは、元をたどると別にただ軍事政権するじゃなくて、もともとは東部で娘を売りさせられて、でその、男の子は徴兵されて苦しめられて、悪いのはそういった財閥とかなんとかだっつって、わーっと反乱起きて、そういう影響でいろんな人が暗殺されていったっていうのが戦後的に。で戦後は、ね、なんかその、まあ、最初の頃あったんですよ、最近はなんか、最近不思議なのは、まあ、なんですかね、あの、ブラック企業で働いてる人がね、はい、ブラック企業の 社長を叩く人いますけど、はい、叩くんじゃなくて、はい、生活保護を叩くっていう傾向があるんですよ。あ、そう、すごい多いんですよ。だから、僕、あの、春闘とか、はい、労働組合とか入ってないのって聞くんですよ。うん、あ、はい、何それって言われるんですよ。要は俺より生活保護の方がずるくて楽して稼いでるから俺らは叩く、俺はブラック企業でこんなに苦労してるんだ、いやだったら社長に労働組合とかに入って賃金上げろって言わないのって聞いたら、何労働組合ってっていうのが現状ですよ。そうなんですよね。だからね、そもそもね、だからそれじゃ労働組合がだからダメなんですよね。本来その要するに労働者を救うのは労働組合なんですよ、もともと。でも労働組合ってのは要するにあの要は社長とかね、そういう偉い人たちだけが富を独占するのを防ぐためにできたのが労働組合なんですよ。要は簡単に言うと、アメリカとかでよくあんまりにも低賃金でブラック企業になると働かないっつって、アメリカ中にある何コンビニとか何だか分かんないけど、マクドナルドはそんなこと起こってないけど、そういうファーストフードの店員たちがジャックしたりするんだよ。座り込みとかして、そう働かないで、そうストライキって言うと、ストライキって、そう昔よかったストライキって仕事しないよって思う。日本でストライキって起こったことあるんですか？あるある、ある。だから戦後の時は結構昔だったら国鉄はまあ身分保障もあってストライキして、僕しすぎたんですけど、今32なんですけど、うん、ストライキが日本で行う、あ、32だと多分ない、聞いたことないです、ないです、ストライキ、はい、ないでもストライキするぞっていう脅しすらしてませんから、ね、してないですよね、うん、あれないから余計あの調子乗ってるんですよ。で先生、僕の僕を老けてみます、一応46ですからね、これちょっと逆です、ちょっと面白いコメントがあったんで、公務員は組合作れないですね、これちょっと面白いですね、面白いです、ね、あの公務員の組合はですね、実は公務員の組合があるんですよ、意味わかんないですよね、身分保障されてると組合あるんですよ、じゃあ組合で何やるんですかってところでね、だってクビにならないじゃんって、うん、組合強いんですよ、何やりますか、答えますね、はっきり、休暇増やせ、ね、あともちろん給料上げろ、どちらかというと休暇増やせもそうですよね、もともと年中休暇が20日あって、夏休が8日あるんですけど、この8を9日にしろって燃えるんですよ、すごい勢いで。なんとかしろって、すごい勢いで、組合が。そう。うん。
ここの闘争がすごいんですよ、旧カフェアセって闘争が、うん、そう。そういう意味で公務員の組合はほら、クビにならないから逆に強気なんですね、上に行って。で、その公務員の上層部は逆に、まあ、自分たちの方がある程度、まあ、いや地位が保全して、組合はなんとか丸く収めようとして、そしたらじゃあその1日は休暇でなく職務免除っていう形だと意味不明なこうなんか言い方していつでもこう休暇にしちゃうとちょっと格好つかないので、また市民から多いぞって苦情も怖いんで、じゃあ職務免除と普段一生懸命働いてるんで職務専念義務免除みたいななんか全然意味わかんないこと言って1日増やすとかいう形なんですね。そういうことがね行われてるんですよ。それくだらないことが延々と交渉で、だから公務員にもね組合でありまして、正確に言いますとね、あの民主党、あの今民主党ないのか、まあ、いや、民主党系の組合と共産党系の組合があって、僕が言ったときは共産党系の組合なんで、非常にあの戦闘的でしたね。なんだけど、最近はね、戦闘的だった人が辞めちゃって、今ね、組合って、ほら、さっきで知らないじゃないですか、みんな。はい、だから誰も入んないんで、組合の人材低下が起きてるんですよね、はい、実は。だから、全然要求しないから、今、当局がどんどんビシバシ、あのまあ、公務員切ること賛成の方はいいんですけど、結構ビシバシ厳しくやってますよね。僕組合の存在を知ったのが、はい、20歳ぐらいの頃だったんです、はいはいはい、で僕成田市なんで、うん、まあ、平均、まあ、時給1000円なんてないんですよ成田市。なるほど、はい、時給800円ぐらいで、うん、で1000円たまにあったらすげえいい、うん、バイトも、うんうん、それが20歳の時に派遣社員の契約で、うん、時給1400円、うん、でさらに、うん、残業 25% もついて、うん、すごい、なんていうんですか、給料40万ぐらいもらえる会社だったんですよ、まあ、で、なんでこんなにいいんだろうっていうふうに疑問に思って、社員の人に聞いたら、ここ労働組合とかちゃんとあってて、みんな機能してるから、あの会社の売り上げ今伸びてるから、僕らすげえもらえてるんだよって言って、それで労働組合とか、その春闘とかそういう活動のことを知って、あ、これがまともな社会だなっていうふうに思ったんですけど、そうです、そうです、他ではあんま聞かないんで、だから何なんだろう、だからおそらくブラック企業ってところは組合がないと思うんですよね、うん、だから最近はなんかそのブラック企業、あのブラック企業の人のための組合みたいなのをなんか作ろうみたいな、まあ、できてるかな、うん、そんなふうな組合、いや僕はこれで作った方がいいと思うんですよ、うん、作った方がいいですよね、本当に、本当に、うん、だからね、いや生活の方法で本当僕はやっていかなきゃいけないと思ってますけど、一方でね、そっちでもしこれちゃんと組合できてきちんと賃金確保されるんであれば、ちゃんとしたね、もっといい生活を送れますから、うん、きちんとね、労働対価としてね、そう。ところがね、これがちゃんとできてなくて、なんとなくいつの間にか、その、いわゆる、ね、組合がないと孤立しちゃいますからね、で、いじめられる上司からね、で、うーってなってくる、そう。で、うーってなって生活保護に行く方もいれば、逆にうーってなって我慢して頑張ってると、なんだろう、もう、ここ行きやがってって、ここも対立構造になって、これを結構、これね、結果として誰に得するかっていうと、雇用主なんですよ、うんうん、雇用主とかね、あるいはなんていうんですか、まあ、そのいわゆる与党のまあ利権で美味しくやってる人たち、こう批判がこっちに行かないから、うん、そう結局、うん、あの要するになんて弱者同士で争うって一番これね美味しいんですよ、結局者って、うんうん、これはね、個々の東西は変わらない、うんうん、そうだからスターリンの有名なことがあるんですよ、民衆は満腹にさせちゃいけないと、ね、腹すかしとかね、政府不満言えないから、そう、 でそうするとね、お互い、ね、腹すかしてる同士のものがね争うんですよ。例えば昔のソ連の皆さん強制収容ってあんまりしてないかな、あのよくシベリアよくいるあの日本人が戦争終わってソ連に捕まってシベリアに何万人で抑留されたんですよ、そこで強制労働されたと、でそこで当然ソ連は全然 配給を少なくして食料を減らし少なくしたんですよ。で少なくすると何が起きるかっていうと、それをソ連の当局に不満、まあ、一応最初に言ったんですね、不満言うんじゃなくて、団結するも余裕もないんですよ、腹減ってるから、うん、お互いのね、食事をね、ね俺のが多い、少ないの争いで、もうマスだかったりとか、異常な状態になって、そういう争いが起きるんですよ、俺のが少ない、多いと、そう。で、これが当局の狙いなんですよ、あの実はソ連のね、そう。うまい、そのいわゆる収容所員の、あの管理のプロっていうのが、みたいで、当時のソ連はね、まあ、本当、くだらない人たちがいっぱいいたんでしょうけど、そういう人がそういうふうにやってうまくこう統制していって、でたまにちょっと餌を与えるか、もしくは逆に天罰でそんなようなもっと厳しい収容所を作って、よりもう劣悪なところもあるんだよっていうふうに示して、じゃあマガダンに行くかみたいに言って、そうするとみんなより怖いんです。そこはもう冷夏40度ですから、そこに労働以前にいるだけで辛いですからね、うん、しかも何もそこで例えば暖房器具もなかったらあと死ぬだけですからね、うん、そういう作戦も打ったんですよ、それもそう。うん、だまあちょっとね、つまらない話ですけどね、要するにだから、まあ、今のブラック企業も同じようで、要するに例えばそうやって言うと、ね、何言ってんのあなたね、そう、私はもっと仕事して、最近の会社はね、
プライベート企業であるって僕読んだんですけど、例えばある働いている人がいて、上司がすごい厳しいわけですよ、ものすごい。それで、ね、別に反抗じゃないんだけど、辛いんですけどってね、何言ってんだよ、私も辛いんだよって、こっちはこっちでまた上司もブラックな状態なんですよ。ブラックがブラックをいじめるっていうね、こういう状況が起きて、そう。なんで、でもそんなことやっててもよくならないですからね。全くならないし、会社も潰れるし、国は潰れますよね、そんなことやったら。潰れます。だから今のね、今の北朝鮮はなんかその労働、もちろん、もともと労働党っていう名前なんですけどね。めちゃくちゃ、やってることはめちゃくちゃなんですよね。20時間働かせるとかやってますけど、そういうことね。そうだけど、だから、本来は労働組合っていうものがちゃんとね、機能してればいいんですけど、今、ほら、労働組合ってなんか、民主党のなんか選挙の時だけ動いてるイメージで、あと、何やってるのかな。何やってるんですかね。組合費でなんか酒飲んでるんですかね、感じで。あと、僕、もう、単純にすごい、なんて言うんだろう、偏差値低い、IQ 低い目線の質問になっちゃうんですけど、なんで生活保護があるのに、こんなに新宿とか、路上生活者が多いのかなっていう。あ、そうで、まあ、そもそもその生活保護の制度をあんまりその宣伝しないっていうのがまず第一点ですね、最大の宣伝は。で、あとやっぱり生活保護ってやっぱ細かいですね、ちょっと施しのイメージもあるんですよね、保護って言い方で、ね、施しのイメージ。で、あとはそう親族への調査するんで、親族に援助もらえますかって言うんで、親族に知られるのみっともないとか。あれってあれですよね、はがきが行くんですよね。で、支援しますかしませんかのチェックボックス、ね、そう、チェックボックスです。だから支援しないでもうそれで おしまいなんです。なんだっけですけど、それもなんか知られちゃうとか、あるいは。っていうか、そもそも昔って、その、なんていうんですか、おじいちゃん、おばあちゃんとか親戚とか、近かったじゃないですか、一緒に住んでたりとか。だから、無職が現れても食わせてたじゃないですか。だけど、そもそも今の時代、こう、どん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 家族バラバラになってて、支援してくれないからそうなってんのに、そうです。って思いません？はがき送って支援するわけねえだろ、みたいな。そうそうそう。だからね、ある方でね、ちょっと試しじゃないですか、その、いわゆる、扶養調査でいつやってもいいんでね、一回は。だから、試しに全部親と兄弟かな、はい、子供かな、送ったんです、300何通。送ったら、まあね、支援するって言った人はたった1人です、300人を300何通送って、うん、助けますって言った人1人。米送ります、その名前は。そう1人米送ると、そう試しにやった若手がいて、お前よくやられたって、しかも手掛けで書いて、そう、うん、そう、まあ、もっとそいつは残業代もらってんでしょうけどね、まあ、そこはちょっといいですけど、そう、まあ、ちょっと頑張ったんですよ、300何通結構大変ですかね、で出してみたら試しに、そう、いや、ほんとで逆にそれ、逆の、むしろ苦情も来ましたよ、俺知らねえよそんなやつとか、もう逆に。そうすげえ。そうそう、なんで一応、え、300、違う、送れる人って親といとこまで送って、一応厳密な三親等なんで、いとこも送っていいんですよ、はい、送っていいんですよ、確かに。いとこまでやったらもうキリがないってか、ね、そこまで戸籍状態しないんで、はい、大抵おそらくうちだけじゃないんですね、親、兄弟、子供、孫です、せいぜい送って、うんうんうん、まあ、おじいちゃん、ばあちゃんと孫が成人してればね、未成年はいいんですね、成人してれば一応、うん、まあ成人させて22歳の人に支援しろっていう時代バカバカしいんですけど、うんうん、まあ、一応まあそういう規定があって、まあ、大抵だから、うん、親、兄弟、子供、孫までですみたいな。まあ、要はあれですよね、生活保護を本当に支援する人を探すのが目的じゃなくて、うん、いや受けさせないためにこうフィルターになっちゃってますね、あれって。そうそう、だから一応法律上、まあ、扶養が優先するようになってるんですけど、はい、それは別にそもそも扶養義務はその任意なんで、そこところね。で、かつ、やっぱ現実的にね、なんていうのかな、そう、例えばね、去年は親のところで、うまく生活してるならそう、今おっしゃった通り、生活保護来ないんですよ、申請に。申請というか相談に、ね、うん、来ないんですよ、そう。来るってことは大体もうガタガタなんですよ。なんかあるんですよ。そうですよね。家族関係ぐちゃぐちゃになって、そうなっちゃってるわけですよね。で、特に今ね、そういう家族関係が、ね、ぐちゃぐちゃになってる時代ですから、別に生活保護に関係なんですよ。うん、そんな時代にね、親いるでしょとかね、バカなこと聞くわけですよ。じゃ役所の、そう。親いるでしょとかね、うん、いないのとかね、近くいないの、近くいいんじゃん、じゃあできんじゃんって、もうこんな乱暴なこと言うわけですよ。自分はほら、何も困らないから、公務員の方は、そう。そういうこと平気で言うわけ。そう言われると、いやいやって、そこで抵抗する人はまだいいんだけど、中にはほら、ああ、生活保護って受けられないのかなっていうふうに、ほら、なんか分からないですからね、うん。そう思っちゃうと、しかも年齢も俺まだ若いしなとか思っちゃうと、そうそう帰っていっちゃうと、それで、はい、おしまいになっちゃうんですよね。そういうのを僕としては防ぎたいと思ってるんですよ。そうじゃないんですよってことでね。僕ちょっと話
憲法の方に戻っちゃうんですけど、義務教育もまたバカな質問で申し訳ないんですけど、僕社会人になって生活保護を受けた経験があるじゃないですか。でその時に思ったのが、憲法って何ですかって言ったら、僕納税労働、納税労働教育って教わったんですよ。多分憲法の小学生とか中学生のテストに出る時って必ずこれ書かされてたんですよ。でも生活保護を受けて思ったのが、こっちよりも生存権のことを教えておけよ、生活保護のことを義務教育で教えておけよって思って、そうですね、なんでその、うん、そういうことって教えないんですかね、国って。都合が悪いからですか。いや、そうだよね。もともとね、教育はいわゆる日教組って左系の人が多かったので、はい、そういう意味で不思議ですね、はい、生存権、公民かなんかで教えるべきですよね、はい、あ、公民がね、一番公民って適当なんですよ、教育内容だからって、うん、ちょっと聞いたんですけどね、はい、適当が故に生存権が適当になったんですかね。で、うん、勤労の実は義務っていうのもね、これも実はあの勤労義務っていうとね、皆さん義務だからね、あ、働かなくちゃいけないんだと思うじゃないですか、うん、これ違うんですよ。もともとね、政府案は勤労の権利を有するだったんです。で、最初勤労を義務に、権利を有し義務を有するになったんですね、うん、権利を有し義務を有するんですね。だからこれは勤労の権利って何ですか。これどういうことで言いますね、はい、働かないと人間食べていけないんで、勤労の権利を与えますなんですよ。では誰でも働いていいですよっていう権利が、そう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 そっちの方が絶対いいですよね。そうそうそう、だからこれ面白いですよね。日本でニートとかが働かせろって言ってたらめちゃめちゃいい国ですよね。そう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 、だから本来だからね、政府は勤労の権利を有するだったんですよ、はい、だから要するに働かないと生きていけないから、はい、そう、だからそもそも日本憲法はね、よくダメだからダメだ言うけど、結構ちゃんとやってるよ、結構、うん、そうそう、まあ、よくも悪くも国民に優しいんですよ、もう。だから勤労の権利です、要は雇用をちゃんと与えましょうよって言うと、うん、しかも憲法で定めるんですかね、直接。そうね、そう、で要は国がその働く機会がちゃんとやるように監視しますよっていう法律だったってことですよね、原案は。原案は、そう、めちゃめちゃいいじゃないですか。権利を有し義務を有するなって、いつの間にか今度義務だけがなんか教科書のようになっちゃって、義務条項を教えてどうするんだよみたいな。だから義務条項で聞くとね、なんか自分で必死になって探して働かなかった、俺は打ち首になるなみたいなイメージをこう持っちゃうわけですよ。だからそこ多分ね、教えてないと思うんですよね、あの学校でね、もともとは勤労の権利を有し、これはね、働かないとご飯食べていけないから、ね、勤労の義務っていうのを入れてるんだよっていうのをね、そこまで言わないと、なんかこう、こうなんか労働しないとこう非国民みたいなこうイメージがこう、ね、非国民というか、なんか悪いねみたいなイメージがついちゃう。だから教育の義務も、うん、教育を必ず日本国に住んでたら受けないといけないですよっていう風なイメージで勝手に思い込んでたら違うんですよね。子供たちが行きたいって言ったら、親は断ったらダメですよ、行かせてあげてくださいねっていう。そうそう、で子供が別に行きたくないって言ったら別に行かなくてもいいんですよ、ね、そうそうそう、だから子供には教育を受ける権利があるんですよ、子供は。だから権利にすべきですよね。だからもうそうなってた。だから本当、はい、ほらね、子供には教育を受ける権利があって、親は子供の教育を受けさせる義務があるんですよ。これはどういうことか言いますと、ね、要するに子供に教育させてあげて将来子供大人になったら困っちゃうからってことなんですよ。ってことは逆に言いますとね、平坦に無理やり学校行かしてね、子供おかしくなっちゃうんだったら受けさせることはないんですよ、逆に言いますと。これちょっと新しい解釈で どんどん欲しいんですよね。そう、うん、でもそういうことですよね。そう、そう、もともとの本質はもともとそういうことなんですよ。別になんか学校行かないといけませんなんてどこにも書いてないですからね。そう、なんかあたかもね、義務教育だからね、学校行かないやつはなんか昔中学生日記っていうのも多分もう僕の世代なんでしょうけどね、こうなんで行かない子供をね、布団のままこう運んでって、学校に置いてくって、今やそのドラマやったら多分捕まると思うんですけどね、中学生日記だって、親、父親がね、だその父親も要するに憲法解釈間違ってるんですよ。そう、何やってんのお前っつって、学校は行くんだっつって、こう、布団の入ってる長男は運んでいくシーンがあって、学校に入れてって、先生がびっくりするっていう、どうしたんですかっつって、そうそう。この質問が結構僕この系統の質問多いんですよ、うん、ホームレスの人は精神科と福祉事務所どっちに先に行くべき、要は精神疾患の問題と生活保護の問題をごっちゃにしてるのがこのコメント欄で分かるじゃないですか。あ、こういう要は精神疾患とか障害者年金を持ってないと生活保護を受けられないとか、この精神疾患と生活保護という制度は全く別なんだよっていうのを分かりやすくちょっとみんなに初心者向けにちょっと解説を。あのね、生活保護っていうのは何度もこれも、まあ、省庁が違いますからね、まず、まず言いますけど、要するに日本国民すべてがですね、まあ、ちょっと細かいこと言いきますよ、日本国民すべてがですね、いわゆる最低限度生活を受けます。だから例えば障害がもちろんあってもなくてもですね、精神疾患であってもなくても、男でも女でも、女でも頭が良くても悪くても、悪くてもね、どんな趣味持っててもね、ね、
まあ、じゃあ例外でしょ、例外だけボールラインだけはちょっとダメなんだけど、ちょっとここ置いといて、はい、ね、極端も、極端もですよ、極端っていうか、もう本当にそうですよ、別に、例えば同性愛者であっても、別にお金がなければ受けれるんです、うん、で、その中で、例えば、ね、いざ行ってみたらね、あ、この方、精神疾患だなってなったら、保護受けてからというかね、まあ、まあ、受けるときでいいから、受けてからね、その精神疾患 の, その病院に行くとか、あるいは障害者年金申請するとか、それをやっていきましょうとか。別にそう、だからいきなり先にまず障害人間ありきではないんですよ、うん、ないんですよ。まず保護を、だって保護を受けないと、だってご飯食べないと死んじゃうじゃないですか人間、そう、うん、まず保護しましょうっていうのはまずこの生活保護なんですよ。で、保護してからじゃあどうしましょうってことなんですよ。美濃さんね、生活保護、あ、ホームレスの人は精神科に行くべきか福祉事務所に行くべきかっていう話は、一言で言うと、病気の人は病院に行ってください、お金がない人は役所に行ってくださいっていうのが正しい答えだと思うよ。今そう解説していただいた通りで、ライブですよ、はい、実際は女性と高齢者、障害者、認定じゃないとなかなか生活保護は取れませんっていう。ああ、なるほどね。これはね、あの、そんなことは全く、ま、あの、全くないんですけど、確かにそういうことをする役所がね、あるんですよ。別にあの、ね、はっきり言ったらこういうふうにやってないはずです。おそらくただ何となくそういう雰囲気を醸し出すんですよ。ただ相談行くじゃないですか、いやー、あなたでもね若いしねとか、なんとかわけのわかんないことを言っていくと、聞いていく人はなんか申請ダメなのかなと。でそこで言うとどめのセリフはね、じゃあ一応必要書類が揃ってないですよね、じゃあ書類揃ってからまあ一応来てくださいって言うと、次来るときに大体人間っていうのはなんか若いと受けられないのかな、書類もなんかつまんないし無理なんだなっていうふうになるだけだって、うん、全然これね、ま、デタラメなんで、うん、だから最近は多分そういうこと言わない、もちろん面接員さんもいますよ、普通に受け出せる方も。あの、水際作戦する役所って最初相談受けますって言うんですよね。そう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 、申請に来ましたっていうのに相談受けますねって言って2時間話聞いて、じゃあまた来てくださいって言うんですよ。要はカウンセリングだけして終わらせるんですよ。だから、あの、書類変えちゃえば審査が始まって、役所って書類があったらそれ捨てたとかなったら問題になるから、要は私は生活保護を受けたいですっていう一筆書いたら絶対動きますよ。そうだからね、あの、必ずその申請は手ぶらでもできますんで、うん、あの、必ず申請してください。で、さっきも言いましたけど、全くその今高齢者とかね、高齢者の女性とかね、そういうの全く関係ありませんので、要するにお金があるかないかの1点だけですから、ね、うん、そのお金が、だから例えば最低生活費ラインが10万であれば、うん、10万円を超えてるか超えてない、今ね、通帳のお金も含めてね、あるかないか、で、あとは、なんかすごい資産持ってるとか持ってないとかね、まあ、普通はもう、多分資産とは普通ないと思うんですけど、まあ、あるかないかのだけですから。大輔さんの質問です。申請すら受け付けてもらえないパターンの時はどうしたらいいですかと。あ、それはもう、それはもう、それも一言はっきり言って、私は申請したいんですって言い続けてください、ひたすらそう。それでももしね、まあないと思うんだけど、でそれでも申請しないって言ったらね、課長呼んでくださいって言ってください、課長呼んでくださいって。そう、あるいはもう人事課とか電話したっていいですよ、申請受け付けた職員がいますと。え、どこに電話するんですか。人事課人事課職員の話ですよ。そう、それは人事課慌てて動きますから、そう、そんなこと、そう、何やってるって話になって、そう、大問題ですよね。そう、人事課からその担当課長に行きますから、そう、電話がすぐに、そう、そう、人権問題になるんですよ。で、それですぐ人事課の方が権力上なんですか、生活安全課に。全然です、全然です、圧倒的です。言い方ですよ、人事課は逆に生活保護やって担当している職員のことを、ちょっとこういう言い方ちょっと語弊ありますけど、逆にあいつらは、を監視するようなイメージを持ってますけどね。お、じゃあ人事課が上部組織だと思っておいた方がいいですね。ちなみにだから人事課は給与日のことを支給日って言ってますからね。これ笑えないですね。公務員の給料のことを支給日って言うんですよ。それ僕聞いて、それ言われてみればそれはそうだって思って、そうだよとか言って、だからお前らはだからあれなんだよ、仕事してないだろって言われて、そう、だからまあそれブラックジョークですけどね、あの、まあうちの社長だかもしれない、わかんないですけど。いや、前回の放送で僕一番問題発言だと思ったのが、うん、公務員は全員ベーシックインカム受けてるようなもんだからって、あの話めちゃめちゃ受けたんですけど。そう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 、でもね、本当だからおそらくね、その人事課からするとね、まあ、人事課は自分たちエリート30人ぐらいは俺たちは仕事してるんだと、あと一部財政とか、まあ、そういうエリート集団ね、
まあ、その100人ぐらい、そうで4000人ぐらいいる組織が100人ぐらい、残りはね、ベーシックインカム状態だと思ってますよ、彼らは。そう、間違いない。そう、テリアさんの質問です。自治体によって生活保護を受けやすいとか受けにくいとかいう差があると伺っています、うん、例えば首都圏だと埼玉県とか厳しい自治体が多いと聞きますが、そういった実態はどうなんでしょうか。なるほど、うん、ありますね、うん、あの厳しい自治体ありますね、まあ、本当はダメなんですよね、うん、だからその司法によって。そうです、そう、これ絶対ダメなんですけど、現実問題としてはあります。やっぱり生活保護の人数が多いところはなんとなくですね、仕事増えちゃうんで、こう何大雑把になってざっくりこう適当に追い返す傾向が強いです、うん、で逆にのんびりしてるところとかそういうところだと比較的まあその、受けちゃうか、もしくは逆に暇すぎてやたらこう何人もいて面接がいっぱいいてチェックしまくるかですね、そういうところもあります。本来はあっちゃいけないんですけど、あるのは事実です、受けやすいところで。ちなみに私のところももともとは、私が過去いたところはもともとは、今はちょっと変わったけど、もともとはすごい受けやすかったところで、よく他のところの市からなんか1万円もらってきたとか変な話がありましたので。だって関西の方とかだと、例えば生活ホームレスの人が生活保護を受けさせてくださいって言ったら、あの金庫からお金持ってきて、あの大阪の西成にこれで行けって言って交通費渡したとか聞いたことありますよ。すげえ話だなと思って。そういうのが千葉だって松戸、あ、ちっちゃな、もう言っちゃいましょう、松戸がね、1万円もらってきたって言って、本人って、本人は嘘では知らないけど、松戸から来たんですか。来た船橋。そうそう、1万円もらってきた。で、本人は嘘っていうか分かんないですよ、分かんないけど、そんな嘘つくわけないんで、何やってんだっつって、松戸やし、松戸は、いや、そんなことしてません。とぼけました。録音もないしそう。でも一応来た以上、それは保護しなきゃいけませんから、うん、まあ僕はちゃんと、まあ当然、申請状況聞いて、一応申請受理して、まあ、その、聞いて、で、ホームレスさんなんで、まあちょっといろいろちょっとまああれだったんだけど、まあ一応ホームレスの保護を受けれますんでね。うん、まあ本来は最初に相談してくれやらなきゃいけないんで、上の方はね、その松戸に突っ返すんだけど、突っ返せって言ったって、また来た人ピンポン玉ちゃんのようにやらなきゃいかないですから、うん、本来は松戸は一応厳重注意して、うん、そういうのね、あの、もしないならいいですけど、うん、いや、もしあるんだらやめてくださいねということで一応収めたんですよね。上の方はなんかまたつまんない喧嘩しだして、うん、松戸に返せとかなんとかですね。だって、そういうなんか派閥みたいなのあるんですか。その要するに船橋パーです松戸みたいな戦いになっちゃって、そう。で、それってね、ほら、当人からしたら関係ないじゃないですか。そうですね。来た当人困っちゃってる。夕方も4時になっちゃって、今からまあそういったの5時過ぎるみたいな話になって、はい、そんな、いやいや、まあ、なんでそんなことが起こるんですかね。メンツですか。メンツですね、まあ、それと、まあ、財源もありますけど、実際問題そんな財源考えるほど優秀じゃないので、やっぱメンツでしょうね。あと仕事が増えちゃうの嫌だとかね。あ、これ前回もあったけどいい質問ですね、うん、聞いた話なんですけど、医者の診断書もあるのに、生活保護を受けられませんでしたと。ただ他の市議会議員さんにお願いして一緒についてきてもらったら、なぜか受けられましたと。これってどういう権力に弱いんですかみたいな。これ権力弱いです。あのね、で、例えばね、よくあるパターンが、もちろん議員さんもそうなんだけど、で、あともう一点はね、あの議員さんからこうパーッとかまず課長行くんですよ。そうすると場合によっては面接員が官職になるんですよ、いきなり。そう、ビッグタイプなんですよ、一気に。そう、例えば私なんかみたいに平じゃなくて、まあ、平でもいいですよ、ちょっと来てね、あの何時何分に来るかっつって、もうまるでビッグタイプですよ、えって私に言って、分かりましたっつって、それで内容聞いて、またこれがね、もちろんね、内容聞いて、ちょっとこれ受けられないんじゃないかなってパターンなんかがあるんですよ、うん、まあ、入ったなっつって、で一応上に言うと、今度は上は逆のパターンで、何がダメなんだって言う、何がダメなんだっつって、だからこれこうこうこう、この方はちょっと無理ですよというところが、なんとかじゃあその、今度は手ほどきまでするんですよ、受けるためにどうしたらいいか、まあ、じゃあ助言指導、あくまで助言っていう項目は法律あるんで、ちょっと助言者行き過ぎだと思うんですけどね、うん、それアドバイスしてあげて、まあまあなんとか受けるようにしてあげましたけど、ただこれは例えばでしょ、ただ普通にフラーリーと来て、こんなにやってあげることはまずないですね。そう、あ、この質問もいいですね。友人が夜の仕事をしていて、うん、お金が苦しいように全く見えないのに生活保護、見えないのに生活保護を受けれてるのはなぜですかっていうところなんですけど、ちょっとこれ僕からいいですか、うん、これは、聞いた話なんですけど、まあ、日本ですごい有名な歓楽街があるじゃないですか。でそこの2丁目っていうところはですね、あの生活保護を受給しながら夜あの働いてる人がめちゃめちゃ多い町だっていうのは噂で聞いたことがあります、僕は。はい、うん、こういうなんか要はこれ不正受給の話ですね。不正受給ですね、はい、はい、そういった感じでありますね。だからでね、その辺のここはね、役所は調査多分ダメでしょうね、できないでしょうね、うん、結局これは通報した方がいいってことですよね。あ、通報していいですよね、うん、で通報して、おそらくその誰を受けてるかって個人情報でこれは言えませんけど、うん、ただ本来ケースワークは本人に聞いてどうなってるんですか。であとは民生委員さんとかに
ちょっとこの人の生活状況見てください。ミンセインさん知ってますからね、大学とかみんな知ってますから、ミンセインさんにちょっとこの方の生活状況見てくださいと。でそうするとこれ近所とかに聞いて絶対動きますよ、ね、どうも夜やってるよとなって、そして本人呼んで問い合わせ、本人呼んでどうなんですかって聞いて、そうするとね、人間でね、それでも頑張って夜やる人もいるか分かんないけど、大抵はね、いきなり方がやめちゃいますよ。そうすると、うん、自然とそう、うん、で今やめるにあたって うるさいんですけど、昔は結構そんなに言わなくて、じゃあ今後の生活大丈夫ですか、大丈夫ですって言って、でそういう方はもう追加で来ないです、うん、だってもともと多分、ね、お金あるから。そうそう、キャンシーさんのコメントです、昔小川さんのサイト、ブログでしょうね多分、うんうん、ブログを見てアドバイスをもらえて助かったものです、本当にありがとうございますということで見に来ていただいて、ありがとうございます。ぜひね、最近ブログなんか寂しくなっちゃってるんでね、 YouTube がメインで結構盛り上げたいんですよ。盛り上げたいですよでも、ね、ブログの方もぜひね、使ってください。で若干ちょっと古いんですけどね、でもそれはコメントください、これどうなってるんですかっていう、ブログからのコメント返し全然できますんで、はい。あ、じゃあこれ、前半の最後の質問にしましょう、これ前もあったんですけど、うん、吉本の芸人の親が保護を受けられてるのはなぜですかって、これ結構、まあ、前回も話したんですけど、これは当然のご疑問だと思うんですよね。あのね、片山先生義務騒ぎましたしね、これね、さっき言った扶養義務の関係なんですよ。親子ですよね。で子供は、まあ、吉本が5000万収入もらってます。で親は収入ないと、で別で住んでますでね、この場合一応扶養義務があるんで、一応さっき言ったように手紙が行きます。コウモさんのところにね、手紙が行きます。で手紙来て、コウモさんですよ、極端な話、極端なね、いや俺親の支援なんかしたくないって言えば、これ保護受けれます。今のこれじゃ保護が、扶養が優先するになってるんで、扶養しなさいじゃないんですよ、優先だからしないっていうのはそれでおしまいなんです。コウモさんの場合はだから受けることができます、極端な話できます。だから保護を受けれるのはなぜじゃなくて、あれは問題でないことを問題にされたのが問題なんですよ。そうです。別に河本が親の面倒を見ないって言ったら別に普通に受けられる話だったのを倫理の問題にすり替えたんですよね、メディアが。で、あと厳密に言いますとね、じゃあそしたらでもそれ不公平じゃないかっていう人がいますよね。5000万子供収入になってなんで親が、ね、受けてるんだってってことがあるんで、一応生活保護の法律ではですね、そういう場合市長が収入がある扶養義務のある子供に対して家庭裁判所に申し立てができるんですよ。この人扶養義務者収入があるんで扶養できませんかという、そうすると家庭裁判所がいくらいくら払いなさいって判決を出すっていうのはあるんですけど、ただこれは実際にやった自治体は一個もないです。なぜか知らないですけどね、ないです、はい、僕もやったことないです一回も。で実際問題でもね、ただそのなんていうのかな、例えば親子だって、まあ、コンボさんの場合は分かんないけど、やっぱり、ね、関係が断絶するケースもあるんですよ。昔全然親子だけど、親に虐待されたとか面倒見てもらってないとかですね、うん、コンボさんの場合は分かんないですよ、その流れが。ただコンボさんの場合はちょっと細かい話になっちゃうんですけど、ちゃんと市役所から話し合って月3万円ほどお金入れてたそうです。これは3万がいいかどうかは別ですよ、担当かどうか一応でもっと払えって言ってしょうけど一応だから月3万やってるんで、日本弁護士連合会が問題にした片山さつき議員に対して乱暴な話だっつって怒って抗議文出したんですよ。でその抗議文に対して片山さつき議員はもうノーアンサーです。もう今政権戻ったから、自民党で戻ったから、うん、片山さつきさん その政治家の裏話も面白かったですね、誰が受けてるとかこの前お話した。そうですよ、だから片山さつき議員さんもあんな偉そうなこと言ってる間にあなたの元夫旦那の超エリートの松田洋一さんのお姉さんが生活を受けてるんですよ。で松田さんとはもう河本とこじゃなくてもう億単位の年収もらってますし、しかも国会議員で、しかも厚生労働大臣もやってるんですよ。よく厚生労働大臣になったと思いますよ、自分が姉保護を受けてて。なっちゃいけないってことないですよ、なっていいんですよ、いいけど、常識で考えて辞退しないのかなって、厚生労働大臣。そうだから河本のことは問題に取り上げるけど、うん、旦那さんの問題はスルース。それおかしいでしょ。しかもこっちは河本はね、まあ、芸人だからいいってわけじゃないけど、まあ、芸人ですよね、うん、あっちは公の人なんですよ、税金で。公人ですから、ね。公人なんですから、こっちの方が重いじゃないですか、うん、問題するんだったら。ね。で一応、さすがに、いわゆる文春法じゃなくて、週刊文春だけは書きましたよ、それ。うん。麻酔、非常の麻酔って書きましたよ、そう文春法はそう。それを、まあ、私は、当時買いましたけどね。そう。で、勘で読んだら、そう。で、北九州、北九州市が行って、あんな厳しい北九州市も麻酔には勝てなかったのかって。読みながら、三年水際でね、今、僕の動画で、動画から来て、本当に北九州いじめられてかわいそうな人いるんですけど、うん、それに対して増税はすごいのと、うん、まあ多分ね、個人情報なんで
いくら援助したとかないとか、今文春法だとか援助したって書いてありますけど、実際わかんないですけど、まあ、でもあの政党助成金のセコさん見ると多分一応出したんでしょうねその後途中の時のね、あの見てますね。ということで、あの前半戦を、1回終了して、休憩、5分から10分ほどいただきたいと思います。はい、ふわっちで生放送しておりますので、もし面白いと思ったりとか応援してくれる方はアイテムを、よろしくお願いします。あとですね、小川祐希さんは、YouTube と Twitter とそれからブログをされてますので、YouTube のチャンネル登録や Twitter のフォローをぜひぜひよろしくお願いします。それでは一旦休憩させていただきます。じゃあ結構就職厳しいですよね。そいやいや、ね、就職厳しいもん。あ、ちょっとマイク入れますね。ちょっとマイクだけ、はい、映像は入れないですけど、はい、就職厳しいっていうか、はい、あの僕中卒だからそもそも就職っていう概念がなかった感じです。じゃあ中学卒業してどう？中学いやバイトばっかりやっててバンドマンだったんですよ。はい、で19歳の時に、はい、あのライブハウスやったりとか、まあその後なんか空港で働いてましたね。成田空港、成田が地元だったんで、はい、うん、ただいまです。ただいまみんな。はい、ということで後半戦に入りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。質問がある方はね、コメント欄に書いてください。もう一度ゲストの方を紹介したいと思います。行政書士の小川祐希さん、昭和46年千葉県生まれで、早稲田大学法学部を卒業しております。船橋市役所で、勤めていてですね、ケースワーカー歴が11年のキャリアがあります。でその後独立して行政書士の資格を取得されております。現在ブログとか YouTube で、生活困窮者の救済のために、生活保護のきちんとした法律に基づいた、法律に基づいて適用できるように活動をされています。小川祐希さんでぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。ワドのチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんアイテムありがとう。アイテムぜひください。僕あの生活困窮者なのではい。保護を断られたら自殺しないといけないのに国は自殺の施設を作らないのはなぜでしょうか。保護を断られて自殺をしなきゃいけない、保護を断られたら、断られたらってことですか。あ、そうそうですね、あの保護を断られたら、例えばそこでまあお金がですね、うん、あの最低生活以上あって断られたってことであればそれはもうお金がありますからね、生活できますんでそれはもうあの仕方がないことなんですけど、例えばお金がないのに断られたとしたらそれはもう断ったその役所が間違ってるんで、うん、それはだからそういうことはあったらいけないことなんで、それは役所の方をきちんとです、ね、するように国がやっぱり指導していかなきゃいけないってことになってると思いますね。昔あのおにぎり食べたいって言って ありましたね。すごく有名な事件ですもんね、生活保護の中では。中ではですね、うん、結局、まあ就労まあ、年齢的には仕事も厳しいと思うんですけどね、うん、あの要は就労指導稼働能力課長を怠っていたって、まあ、これもその何を怠ったかよく分かんないんですけど、要するに近くに弟がなんかどっかいる、どこだったの、近くでいるんで援助もらえばいいんだなっつって打ち切っちゃったんですよね。うん、で結構そういう結構強引な打ち切りを結構北九州はもともと保護者の方多いんで、北九州は多いんで、あ多いんですか、多いです、多くて厚生労働省がもう直接そのなんか担当官が入ってものすごい規制したんですね。中にはなんか闇金がいて保護者生活保護の方でお金貸す闇金がいて保護費入ったらそこからもう一人のことをよくやったみたいで、そういう悪臭がある関係で厚生労働省の人が直接入ってすごい規制したんだ、ものすごい勢いで、でその残滓というかそれが残っていて、いまだ北九州はちょっと厳しい教官ですね。すごいで実際私に相談来る方でも認めてくれない、認めてくれないって言って、まあ僕の動画の方でもテープ取っちゃいましたからね、あの、まあ、かなり、まあそんな怒鳴ったりはしませんけど、言ってることは約束で、でも行政書士の方がひどいって言ってるんですって言った瞬間ちょっと言葉変わりましたけどね、うん、調査に行きます、病院に聞きに行きますって言って、うん、あれと思って、まあなんでね、あのそういうふうに例えばその保護を決まらなきゃいけないのに決まらないという場合は、さっき言った、まあ、議員さんも一発ですけど行政書士とか弁護士が一緒に行くと対応変わってきます、うん、実際北九州も何回も相談なんでって言い続けたら弁護士が怒って我々は申請に来てるんですよって言ったらもう慌てて電気ついて、はい、申請受理になったというふうに報道しましたので、うん、まあ、これは当たり前なんですけどね、申請受理するのは、うん、ただ北九州ではとにかく
相談ですでも繰り返し何回も言って、うん、そのシーンがずっとテレビで流れてましたから、うん、何回もえですから相談を伺っていやだから相談はいいけど申請をこちらしたいんですって言って、うん、申請受理になって受けされます、うんうん、おかしいですよね。なんでその公務員の方って別に生活保護者のノルマがあるわけでもないし、うん、その減らしたり増やしたりして給料が上がるとか出世するとかないはずじゃないですか。なんで水際作戦をするんですか、うん、あのね、基本的に、はい、これね実はノルマがあるとこもあるらしいんです一部、うん、なんかそう減らすってことですか。減らすってことです、はい、そう。ただ普通はないです。で私のところもなかったです、うん、ただなんとなく、うん、僕もこれちょっと分かんないですけどもしかしたらその生活保護費の方を例えばその財政担当課からやってくる方も課長でいますのでね、そういった方はもしかしたら言われているのかもしれないですね。そういうなんとなくあんまり安易に受けさせるなとか、あとはその人の感情論ですね。要するにさっきも言いましたけどね、生活保護イコール悪っていう考え方を公務員が持っちゃってるケースもあるんですよ。でそういう課長が来るとあいつは嘘ばっかつくんだからっていう話が入ってるんですよ、うん、そういきなりですよ、そう、うん、あいつは嘘ばっかついてるんだからってもうこれ以上もう僕喋っちゃいましたけどね、うん、だからね、騙されて舐められてんじゃないよみたいな言わせるんですよ、うん、もうこの発言そのものがもうちょっと狂ってるんでね、その発想が、うん、あの別に違法なことやったら違法なことはそれは普通に正すのは分かるんですよ。ただその言い方がもうすでにもう発想なんていうのかな、感情論で俺はなんか中国人嫌いだみたいなのと同じで、うんうん、こう見ると本来公正中立じゃなきゃいけない、うん、そうですよね。だから逆にね、あんまりその逆に言い方するとね、保護者にばっか寄り添っちゃってもまたまずいわけですよ、うんうん、それはそれで、ね、寄り添いすぎだって注意するのも一つの、まあ、ありですよ。だって出しちゃいけないお金も、まあ、出しちゃっていいじゃんとかね、うん、あの昔いたのがなんかそのケースワーカーさんで、あの受けてる子が可愛かったらしいんですよ。可愛いもんだからいろんなものあげちゃったんですよ。これはもう完全にいろんなもんって何ですか。例えば、はい、例えばですよ、バッグとかね。え今からです。今からです。要は完全にね、キャバクラ行って気に入った子いますよね。その子に貢ぐようなもんですよ。同じようなことを生活を受けてる方で可愛い子がいたんで、いろんなものをあげたんですよ。そうバッグとか。それは役所のお金ですか、うん、個人のお金。個人のお金。そもそも金持ちだったんです。あ、そういうの自立しちゃったんです。そう。で、その方でもね、結局メンタルでもって、やめちゃったんですけど、あと引き継いでしたら困っちゃったんですよ。なんであなた物くんないですかって言って。女の人が、なんで前の人はくれたのに、今回のケツワーカーさんはバッグくれないの。そうなんですよね。あなたは冷たいって言われたんですよ。そう。いや、僕もね、これどうなんだろう。いや、これ大問題ですよ、だからもう。いや、これ法的には何になるんですか。でも、プライベートでバッグ渡してたんですよね。それで公務中に、はい、要するに、勝手に物は個人のお金で開けてるわけだから、これ違法行為ですよ。だって収入認定しなきゃいけないの、もらったら。収入扱いなんだから。そうですよね。資産活用なのかな、一応現物でもね、わかんないですけど、どっちにだって、これアウトですよ。で、そういう人がいて、はい、僕もね、僕の場合はまあそういうことはなかったんですよ。だから僕の前の方がね、まあ、これは言ってますよね。ちょっとキャッチボールとかしてくれたって言って、僕キャッチボールできないんですよ。そうできないんで、うん、やらないで言ったら、あなた冷たいわって怒られて、うん、ね。でもね、だその時僕も、まあ、出すお金出してますかみたいな言い方したら余計相手勝ちに怒っちゃいましたけど、まあ、これはいいんですけどね。ただ、さっき言ったそのバッグ買ってあげるとか、そういう逆のバージョンですよね。うん、それはまあ明らかに単純に保護者で優しいというよりも個人的にその、下心ですよ。下心ですよ。だもしかしたらですよ、ちょっともうあまりも放送で言えないですけど、はい、何かしてるかもしれませんよ、そこで。うん、これ謎です。わかんないですよ、謎ですから。テリアさんの質問、はい、質問というか意見かな。埼玉県で、生活保護のおばあさんがクーラーは贅沢品と撤廃されて熱中症になった事件がありましたが、あったらしいですね。うん、持っても良いものとダメなものの基準を教えてください。ああ、そうですね。まず私クーラー持っていいです。というかね、クーラーは今逆にないといけないになってます。逆にクーラーない家はね、社会福祉協議会の貸し付けができますので、で熱中症ないように私のところは逆に熱中症対策ってことで見回りさせられましたからね。うんうん、まあ、逆に言えば見回りさせられるってことは逆に言えば一般の方高齢者ほら生活を受けてない高齢者見回りしませんから、逆に保護の方だけ見回りするから、それはそれで逆差別だって意見が来たぐらいですから、うん、結構だから多分クーラーダメだなんて全然今時言わないと思う、うん、もし言ってるとしたらちょっといつの値段か分かりませんけど、うん、最近の人は相当遅れてるというか頭おかしい
ケースワーカーですね。なんかこう小川さんが生活保護のニュースとか見てて、うん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 、自治問題というか、うんうん、なんかこれ注目したみたいなのってあるんですか？最近ではですね、ありました、あの福島市のニュースですよね。福島、うん、要するにその、まあ、ある娘さんがいて、女の子が中学校時代建築家に将来になりたいですよって思って、うん、猛勉強したじゃないですか。猛勉強して2014年に給付型奨学金って言って、要はその貸し付けじゃなくてね、もらえるお金なんですよ。でこれもらうにはかなりその優秀じゃないともらえないんです。うん、今結構緩く買いました、安倍政権で買いましたけど、当時2014年、まあ、これも安倍政権ですけど、この時は非常に厳しかったんですね。だから、猛勉強してもらったお金なのに、それを収入扱いにして、要は家庭を取り上げちゃったんですよ。で、いやこれはね、法的に合法ではまだいいんですけど、これがね、当然取り上げられちゃったんで、本人ショックになっちゃって、精神的なショックで、で、親が何回も抗議行ったんですよ。で福島市はガンとしてダメだと言って、で、結局その、いわゆる、じゃあ県の方でまず訴えましょうって言って、県訴えてね。そしたら県の方では、市側が OK になったと。で、国に行ったら国はバスなんですね。ダメだと。それはなんでダメだったんですか、その、奨学金。要するに、給付型奨学金は収入扱いしてはいけないっていう、もう決まりになったんです。ということは、娘さんが勝ったってことですか？そう、勝ったってことです。あ、よかったよかった。そうですよね。そう、娘さんが勝ったんですよ。うん、娘さんが勝ったんで、で、慌てて市はお金返したんですけど、もうその時は娘さん公認になってて、ね、精神疾患で やられちゃったんで、今さ、うん、もう今では病気らしいんですけどね。もう治んないですよ。そう。で、実は人生奪っちゃったんですよ。うん、で、頭に来てお母さんが裁判して損害賠償を請求したら、福島市はそれでも損害賠償し裁判するって言ったら和解すればいいものをしないで受けて立っちゃって、で福島市は結局裁判で、まあ損害賠償金100万のうち10万円払えということで全面敗訴で、別に訴えるお母さんは損害賠償金入ってもこれほらさっき言ったとおり、まさにこの損害賠償金の方は逆に今度は収入扱いになるんで、うん、結構お金返すんですよ。だからお母さんからしたら別にお金欲しいからやったんじゃなくて、うん、おそらくもう憤慨プライドでしょうね、憤慨したんでしょうね。そうでやってで勝ったんですね。ただこれ地裁レベルなんで、まさか分かんないですよ。高裁に福島市が控訴するか分かんないですけど、ちょっと ここに控訴について聞いたら検討中としか言ってませんけどね、福島市の方では。そう、ただどっちにしてもまあ福島市がデタラメなことやって、その子を精神疾患にしちゃったわけですよ、結果として。そうだけど職員さんは懲戒処分を何も受けていない。ちょっとかわいそうですね。だからこれひどい話で、ニュースヤフーニュースで出たんだけど、なんか僕言ってますけど、ユーチューバーでは誰も取り上げていないと。私も取り上げましたけどね、うん、あんまりあれですけど、誰も取り上げないと、うん、ね、なんかね、こういうのはちゃんと取り上げて、なんかこう女の子もちゃんとね、味方がいるんだよっていうのを。そうですよ。だから本当ね、本当、もうあんまりモテるとあれですよ。一応言っちゃうとね、カズヤチャンネルさんなんで取り上げないんですか、こういうの。何ですか、カズヤチャンネル。有名な YouTuber さんですよ、ね。なぜカズヤチャンネルさん。カズヤチャンネルさんね、はい、そこにね、生活保護もらいすぎですって始まるんですよ、こいつは。で、要は生活保護叩きをしてるんですか。そう。ほうほうほう。じゃあ、どうぞ。カズヤさん、どうぞ。でね、21万が19万になってる。これもらいすぎですよね、話して。まあ、みんな労働者どうのこうのが散々言ってて。だってその21万というのはね、何人世帯で何かってちゃんと言わないと意味ないじゃないですか。そのままいきなり21万って言われたら一人でもらえると思っちゃうじゃないですか。それもそこ放送見た人、12万ですから、13万か12万ですからね、都会であれば。そう、しかも家賃は4万5万ですから、実際的には8万ですよ。 その8万は多いっていうのがね、言うんだったら多いでもいいですけど。そう、ね、でやったらそのね、あとなんですよね、要は知らないから叩く人って腹立ちますよね。そうだから僕ね、カズヤさんって、まあ、それこそ僕たちって滑舌もいいですしね、うん、もうポイントを押さえて、ね、人パッと言った後にバッとこう出てきて見てる方、まあ、確かに見やすいですよ、うん、ついつい私も違う韓国の話とか見ちゃいましたけど、うん、見ちゃうとなんかこの人いいこと言ってんなって錯覚しますよ、うん、錯覚したらこれ、まあ、いいことも言ってるんでしょうけどね、うん、そう、ちょっと自民党系寄りのなんかあるんで、なんかバッテがそれっぽいんですけどね、聞いてるとなんかね、うん、話がね、絶対そのでどっちかっていうと、だからその要するに生活保護についてはどっちかっていうと、まあ、本人はバッシング主義はないと思うんですよ。不正とかそのなんつう の金額が多すぎとか言ってるんで、受けてること自体は悪いとは言ってないっていうようなことを誰か個別で言ってましたけどね、うん、まあでも僕からしたらあの言い方はもう悪いというふうに捉えられちゃいますよ、ね、うん、カズヤさん、ね、ぜひ取り上げるんだったらこの女の子の話も取り上げてください、うん、むしろあれですよね、カズヤさんとちょっと話したいですよね。
ここにゲストにお招きして、なぜああいうことを言ったのかとか、そうそうそう、だからいろんなね、批判する人いいんですよ、言ってもらって、だから具体的に何をもってして批判してるとかね、いや、だから反対派の人もぜひ言ってもらって構わないですよ、うん、だっていろんな意見あっていいんですから、うん、いや、自分はこうだから反対だってもいいし、例えば、それこそ今揉めてる、なんかその北朝鮮でもいいですしね、うん、戦争を、ね、もっと厳しくやっつけるべきだもあればね、いやいやそんな戦争なんか ねしちゃダメだとかね、そういう意見でもいいですしね、だからいろんな、あるいは憲法改正って最近流行ってますけど、いやいやあれは改正なくしない方がいいとかね、いや自衛隊すぐ認めてあげない、自衛隊にかわいそうだとかでもいいですし、いろんな意見はあっていいと思うんですよね、うんうん、ただね、一番怖いのはね、あの事実間違いというパターンが怖いんですよ、うんうん、事実知らないで語ってるパターンですよね、僕も一番嫌いです、そう一番そう、これ怖いんですよ、うん、なんとなくね、その生活をイコール悪、なんとなくこう朝鮮人イコール悪みたいなイメージでやっちゃうと、まあ実際問題、それは不正な人もいますよ、うん、いるけど、それを大きく話し広げてね、なんか何億もビットコインで儲けましたとかね、そんなビットコインならやってたやつなんか、もうその何、受けてる人、まあ、何人か分かんないけど、もう本当、わずかもわずかですよ。そもそも原資がないと、株も FX もビットコインもできなくて、できないから、そう。8万円で生活してる人たちが、ビットコインで数億円儲かるはずがないんですよ。はずがないんですよ。だから、それは不正にやってた人なんで、そういう例外的な人、はい、それは脱税とも同じで、はい、脱税だってやっぱそのね、あの例外的にやっぱいるわけです、すごいことする人がいろんなスキーム作ってね、あっちの方がむしろ立ち悪いですよ、お金があると。前回の小川さんのお話の中で一番びっくりしたのが、小川さんも断言したじゃないですか、でパチンコ OK ですよ、公定 OK ですよ、ビットコイン株全部やっていいですよっていうのは、多分そのこうコメント欄でもやっていいんだっていう意見多かったですね。いいですよ、あのだから要はやってね、収入入ったらその収入申告をしなさいってことなんですよ、だから厳密に言いますとギャンブルやって儲かったらそのお金を申告しなきゃいけないんですよ、うん、ないない、まあ、例えばなんですけど、うん、超細かい話ですよ、パチンコ生活保護を受けてます、うん、パチンコ1万円入れました台に、うん、で1万3000円入ってきました、うん、1万3000円を収入申告するのか3000円を収入申告するのかってどう思いますか。あ、多分ね1万3000円申告しろと言われますよ、ですよね、言われますね、うん、まあ厳密に必要経費で1万円引いてもいい気もしますけどね、これちょっと論争になりますね、うんうん、ですよね、これは論争なんですね、あのいや、あの経営の馬券株とかの税金の、うん、だと利益にベースでとか、ビットコインだと雑所得でとか、いろいろあるじゃないですか、うん、だから今これだって普通にだって生活保護じゃなくても馬券でもっとほら経費認めるかで、はいはい、最初認めたけど次でまたダメになってたりしてるんで、はい、要はこれちょっと揉めるところですね、はい、だからこれやった人一回裁判してみれば、あの裁判というかその審査請求してみればいいと思います、うん、国の方もかなり悩むと思いますよ、それはこれは。新しい質問です。生活保護賛成派です、受給者が家賃が高いところに住むのはどう思いますか。まあ、これですか。これはあのもうそもそも決まってますからね。決まってます。家賃の上限で決まってるんですよ。で決まっていて、でその高い場合はどうなるかって言いますと、転居指導っていうのが入って、いわば引っ越ししなさいようになるんですよ。別に生活は一旦受けていいんですよ。一旦受けて引っ越しなさいよと。でもちろんお金ないんで引っ越し費用は出しますとなります。で引っ越し費用をもらって転居先は自分で基準以内のところを探して、これもし例えば市内じゃなきゃいけない、これよく勘違いされるのが市内ではじゃなきゃいけないっていう変な役所がいますので、これ嘘ですからね、別に市外でも構いませんので、ただ市外だと家賃の基準が変わってきますから、その市外の家賃の基準に基づいて市外で探せばいいです。で市外で受けたら、うん、そっちの方の役所でまた受け直すか、また申請するんです。だからそこはちょっと面倒くさいんですね、うん、また申請するんです。そこでそういや別のところに住んでもいいってことですね。いいです、はい、ただ申請する場合も一旦受けてるんで、資料が普通はね、資料が前の市から行くんで、大体そんな調査は長引かないんですけど、うん、まあ普通はだから ただそれでもなんかね、あの市内っていうふうに脅すのは、だって市外だとまた一から申請だから知らないよみたいなこと、大体ダメになることないんですけどね。例えばその方が隠し金があって最初の市に見つからないものが次の市に見つかったとかね、そういうパターンは別としまして、普通にやってれば普通は受けれますけどね。だから市外でもいいんです。これよく皆さん騙されますんでね、あのみんななんかやったら市内で探してねって言いますんで。なんか僕びっくりしたのは、生活保護の不正受給の案件で、はい、神奈川と東京と千葉の3つで生活保護を受けてて、3つ家賃借りて、でしばらくバレなかったっていう事件があって、なんでこれデータベースとかで管理してないんですか。これあできてないですね。あのね、要は役所の中のパソコンの、政府言いますね、まず市町村違ったらまず分かんないです。で極端な話でしょ。これ面白いのが横浜市あるじゃないですか、はい、横浜市はなんと市内でも区があるわけですよ。
そうですね。あれですね。はい、あれね、横浜市はね、そのバラバラの区ごとで、区ごとでも、区全体で把握できないんですよ。だから僕ね、調べなんか区で聞くときに、一個一個全部聞いたんです、電話で区。はい。そう。横浜市に聞いて、一発でバーンと答えてるかと思ったら、はい、いや、そういう、うちは、2年後にはできるって言ってましたけど、まだできてないんで、平然と言ってましたからね。そう。で、所管一個一個聞いたんですよ、区を。で、千葉市は6つの区は全部データベースできてるんですよね。でも、例えば千葉市、船橋市、あるいはそんなに市川市とか、地変わっちゃったら、もうこれ、全くできてないですね。でもこれって、8万円 ×3 だから24万プラス住むところが3つあるみたいな、うん、とんでもない不正受給じゃないですか。そうそうそう。でもっとできたってことですよね。そうそうそう、やろうと思ったら。そうですね。これやばくないですか。やばいですよ。やばいですよね。だから僕昔から思ったのが、その、はい、そういうことってできるんじゃないですか。先輩聞いたら、まあでもバレるじゃないって言ったけど、いや僕でもバレないと思いますよ。はい、バレない、あ、まあ、バレないはいい、バレ、でもバレないんじゃないかな。でも一番数年間バレてなかったんですよ。そうそうそう。だいつかバレちゃうか。あ、でもどうやってバレるんだろう、逆に。そうなんですかね。やっぱあれじゃないですか、身内の通報というか仲のいい人が。あ、通報かな、通報かな、うん、通報だとね、人間関係とかもね、通報なかったら多分分かんないじゃん。だって訪問だってだんだん緩くなってくるので、うん、3ヶ月1回とかになっちゃえば、うん、たまたま行って、で、口座振り込みしちゃえば分かりませんからね。うん、で、真面目なふりして、うん、それこそ、病気がちょっと精神病だと思ってて、就労指導入ってなければ、あ、病院さえ行ってれば、うん、病院行ってれば分かんないもんね、その、うん、別に。で、それぞれのところで病院行ってればいいんだから、うん、まあちょっと大変ですよね。三つあるとね。三つ、こう、うん、3箇所行くと。いや、そうですよ。大人一人と小学生の子供がいたら生活保護費は大体いくらぐらいでしょうか。ああ、なるほど。また大阪と埼玉で違いはあるんですか。ああ、ごめんなさい。もちろん違いはありますよ。埼玉で、そう、基準が違うけど、ちょっと細かいあれわかんないですけど、でも大体お子さん一人いたとすると最低生活費のラインですよね。大体おそらく子供一人いて、そうですね。子供のまあ仮に小学生ぐらいとしますと、5000でしょ。お母さん40代として。だいたい家賃5万ぐらいとして、まあ、20万弱ですかね。20万弱ぐらいですね。でただし、そこから児童扶養手当とか児童手当は引かれますので、これよく感じたのは、それ足しませんからね。収入は引かれますからね。ただ、要は簡単に言うと、まあ、最低生活でもだいたい20万弱で、ご生活するようになります。住民票を作れるということですかっていう、先ほどの話、一人の人間は3箇所の行政区に住民票を3つ作れるという。なるほど、なるほど。あのね、生活保護で住民票いらないんですよ、うん、そもそもが、ポイント。もし住民票を作るんであれば、これは作れないんですよね、おそらく。住民票は何でかって、住民票の方は住基システムで、全国も今できるようになってます。なんで、2つ住民を作ることができないです、住民票に関しては。そうなんです。だけど、住民票なくても受けれるんで、例えばですね、いや、ちょっと僕、サラ金に追われてるんで、住民票移せませんとか言えば、ちょっと余計の指南になっちゃってるけど、そういうふうに言えば、あ、そうなんだってことでもおしまいですから、でも実際に僕はここで生活してますと、生活感さえ出してくればいいんです。だから、何にも家の中に、家具も何にもないと、この人住んでるのかなって疑いはかけられますけど、普通に、なんですか、冷蔵庫とか、それのものをちょっと置いとけば、で、あと多少なかったら、いや、僕ちょっとあんまりあのお金が、ちょっと厳しいんでとか言っとけばいいわけですから、うん、そう、ああ大変なんだって終わりますか。北海道は、アンコロさんの質問です、はい。北海道は単身者の、家賃扶助上限が3万くらいで、それ以上の家賃に住んでる方は保護下りないです。地域によって違うんですか。違います。ああ地域で違いますね。でただ保護下りないってことないですよね。保護は普通下りるんですよ、3万円超えてても。で下りてから低い家賃のところに引っ越しなさいよって話になるんですね。だから家賃が高いからダメなんじゃなくて、高いところに住んでる方は高いところでまず保護が決定します。でその後に基準内の家賃のところに引っ越してくださいというね、転居指導というんですけど、引っ越しをしなきゃいけないです。でその引っ越し費用は市役所から出ます。だから、みんなが誤解してるのは、降りない、もう日本国民であればお金がない、要は国が決めた基準額より下回ったら絶対降りるんです。降りるんです。ただうやむやに水際、いや相談して、また頑張ってくださいね、また困ったら来てくださいね、とかで、要は、なんていうんですか、法的な知識がないと、こう、いなされちゃうんですよ。だから申請書を書いたら絶対動かざるを得ないのに申請書を書いてくださいっていうことを言ってるんですね。
そうだからね、必ずね、だからそこで、さっき言った、まあね、議員さんとかね、行政書士とか弁護士が来ると、そういうこと言わないんですよ、さっと申請させるんですよ。だって申請来たら必ず申請はね、申請権侵害しちゃいけないって法制度として書いてあるんで、ああ、なんかやられた、法的にやられたら大変だと思って、すぐ書かせます、申請、なんでもかんでも、逆に言えば、極端な話。申請に来ましたら通りますか？通ります。でもし通らなかったら、で役所の人事課に話すと、動くっていう話をするほど、そうですね、もし上層部、そういう上層部 上出せっていうか、あるいは人事課に電話台を置いてあるんで、人事課にちょっと電話していいですかって、この職員さんこういうふうになってるんだけどって言って、そう、それで申請書を出してくれないってクレーム言ったら課長に人事課から行って、そう、人事課の人が怒ると。人事課の方はちなみにエリートコースなんですか？エリートコース、はい、ね、大体、ね、財政、人事、もしくはあと市長の直属の、まあ、いわゆる秘書課みたいなところですね。そこの3つがエリートコース、うん、感じです。じゃあその人たちの人は現場の課長クラスだと逆らえない？全く逆らえないです。で逆に現場生活保護の担当課長は僕 のあれだと現場上がりっていうよりも外から来るんですよ、大体課長は。お、そう、なんでなんですか？なんでなんか分かんないですけど、要は生活保護の他のあれをバカにしてるんですかね、うん、絶対あげないですよね、うん、外からやってきて2年ぐらいで給与でいくんですよ、うん、なんかまるでこう1回なんか戦場経験してこいみたいな感じで行くんですよ。給与で大体何にも言わない人か、なんかそこで威張り散らすか、どっちかちょっとなんか今回の趣旨はあれだかもしれないですけど、役所の中で生活安全課ってどういうポジションでっていう、その内部的な話が聞きたいですね。その派閥というか、まああのまあ、ぶっちゃけ言いますとね、昔言われてたのがちょっと最近ありましたね、道路管理課ってとこと納税課、税金管理するとこね、今変わりましたけど、ちょっと前にしよう、あとこう生活保護課のこの3つはブラックって言われたんですよ。そうそう、行きたくないところ、そうそう、行きたくないところで大体こう左遷コース、そう、なんかしちゃった人、まあ、ただ最近でもほらその税金の滞納、債権管理は結構今重要視されてるんで、ここは今逆にあの、まあ、大阪もともとエリートだったんですけど、今関東もエリートコースに、逆にエリートコースは言わないけど、まあ、ちょっと変わってきます、うん、で生活保護はこれだけ重要視されてるんだけど、まあ、微妙な立場ですかね。最近の若い人はね、結構割とそんなあの、まあ、若い人自体がそもそもそんなあの無能な、無能とは来られるけど、そういった人はまあ今あんまりいないと。ちょっと昔の人はね、ちょっとすごい、あの、なんていうのかな、あの、水際じゃなくて、分かってなくて返しちゃってんじゃないかなっていう人もいましたからね。うん、生活保護。車持っていくから返しちゃったとかね。そう。うん、ちょっとそれ違うでしょって、そう、これありましたんでね。どれだったかな、ベーシックインカムで生活保護課などをまつわる公務員をクビにすると年間何兆円ぐらい浮くと思いますか？ああ、なるほどですね。あ、面白い質問ですね、はい。ちょっとベーシックインカムの話を交えながら。交えながらですね、はい、はい、まずですね、地方公務員の人件費が大体20兆円ですね、年間。20兆円。だから270万人。だこれを半分にすれば、まあ、10兆起きますよね。で10兆って大体どんなもんかっていうと、消費税 1% が大体 2.5 兆なんで、まあ、消費税 4% 分が浮きますよと。思ってください、大体。なんで個人的な意見からすると、もともと300何万人とか270万人、まあ、ちょっと減ってるん で今行政上増えてるって言いますけど、やってる仕事見たらね、あの民間から来たアルバイト のおばさんとかバレちゃいますけどの方の方がね、仕事できますよ、うん、あんまりこう言っちゃったらちょっとあれだけど、ね、できま仕事できますよ。あ、特に事務作業なんか全然もう優秀ですね。だからそういうふうにやっていけば、多分おそらく職員数半分でもいいんじゃないかなって気は個人的にはしますね。それでそうすれば、で その方たちは本当に時給っていうか、まあ、日給とか時給とかでやってるんで収入低いんですよ。時給も確か900円ぐらいだったかな、うん、でも優秀だったからね、全然。ただほら、彼女たちからしたら9時から5時までで残業もなく、それがブラックじゃないんで、9時から5時まで普通に仕事して、まあ、言い方悪いけど、まあ、そんなに激しくない仕事 で能力も高いから結構パッ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 とできちゃうし、かつあの、まあ、休暇もあのそれなりにまま取れるんで、まあ、いいバイトなわけですよね。なんで特に時給900円の文句は出てこないっていうのが実態なんですね。でも彼女たちの方が仕事は結構できるんで、それ見てると、あ、最近窓口もね、あのそういう方がやるようになりましたけど、結構そういう方の方が丁寧なんですよ、窓口、意外と、うん、なんで、そうしていけば、まあ、半分すれば、まあ、10兆、ベーシックインカムの10兆いくんじゃないかと、うん、ベーシックインカムってのは、まあ、俗に言う、まあ、本当に労働した対価とかじゃなくて、もう最初からもらえるお金をベーシックインカムって言います。このお金は最低限、例えば月5万な5万もらっていいですよってね、うん、だからそれをちょっと公務員部長に言った、労働の対価なんで、労働していないっていう意味もちょっと揶揄して、比喩して、まあ、ベーシックインカムって言い方しましたけどね、うん、
事実上のベーシックインカムになっちゃってますよっていうふうにね。パッシーさんの質問です。生活保護は一人暮らしをしていないと、受けることができないと聞きました。家を借りるお金のない人はどうしたらいいでしょうか。まあ間違いですよね、これ情報がまず、ね、前提状況が間違えてる。一人暮らししないと受けられないっていうことはないです。この辺から説明していただく、うん、これおそらくこうですかね、あの親と住んでるとそういうことなのかな。これはいや多分ネットの情報で一人暮らししてないと生活保護を受けられないよみたいな、うん、軽い認識なんで、多分生活保護は世帯で受けるっていう説明と、うん、そうですね、あと、うん、そう、まあ実際その一人暮らしの、うん、費用が出るかどうかっていうところをお願いします。あの生活保護って要はね世帯単位なんですよ。別に1人がなんかダメだとか2人がダメとか3人4人5人関係ないですね。6人でも受けれますと。ただそこの一緒に暮らしている方全体で見て、世帯全体で見て収入がいくらかっていうのを見て、そうしたら3人世帯だったら3人世帯の最低生活費の金額とその3人の足した収入ですよね、手持ち金のお金の合計、これが上回るか上回らないかで判断していきます。でそれが下回れば当然その生活保護を受けれます。3人でもです、ね、家族全員で生活保護を受けるっていう認識でいてください。いてください。そういうことだからね、だからそれでやるんで別に一人暮らしじゃなきゃ受けられないということはないです。で仮に一人暮らしで受ける、わざわざ一人暮らしにして受ける方っていうのは要はその世帯全体だと最低生活費上回っちゃう場合にそのなんか事情があって一人だけまあそのわざわざ別世帯にして別に住んでね、別に住んでそれで一人にするとこの方一人だと収入ないんで生活保護が受けれたっていうような話はあると思いますからね。だから一人じゃなきゃいけないとかそういったことは一切ないです。あくまで世帯で見ますからね、世帯で、これポイントですんで世帯で、そう。でただ世帯であっても細かい話になっちゃうと、緊急に居候してるとかそういった場合はまたちょっと別になってきますね。多分パッシーさんの僕のあれですよ、勝手な憶測なんですけど、よく多いんですよこういう質問、これって家族が親がちゃんと働いてるんですよ、ニートなんですよ多分パッシーさん、で一人で生活保護を受けたいから引っ越ししないとダメだよって2ちゃんかなんかでアドバイスもらって、その引っ越し費用もないからどうやったら僕生保受けれるんですかっていう質問なんですよ。ああでもねこれ、あでもこれ 親に収入があるとこれ一緒に暮らしてると受けられない、受けられないですよね、この件は。だから例えばねその親がねからお金もらえないとかね、極端な話ですよ、例えば親子関係が破綻してるということで、ね、親からお金もらえないとか、そういった事情があれば、例えば一つの例として4人家族います、で旦那いる、旦那稼いでる、でも家に金入れてくれないと、この場合稼働能力あって旦那金入れない場合は3人の方を受けれるっていう例外があります。例えばだね、部派読まれてるって、要は当たったって意味なんですよ、読まれてるって心読まれたって意味なんですよ、パッシーさん、あなたは働きなさい、はい、以上です。あなた必要なのは生活保護ではありません、働くことです。生活に困っている人が受ける制度なので、はい、ニートを続ける制度ではないです。車持ってると申請はどうですか。あ、通りますよ申請、だから車持ってると、まあ、田舎とかは別ですけどね、都会の場合だと車は一応持っちゃいけないになりますんで、ただあくまでもうちょっと寄っていただいていいですか。ごめんなさい、すいません、はい、はいはい、で、ね、あくまでも生活を受けれます。ただ受けれますけど、その後に車の廃車指導で入ります。いや車を持っちゃいけないんで廃車してくださいねと。そうなので車の廃車指導を廃車することを条件で生活を受けれると思ってください。はい、問題ないです。これも間違った解釈されてます。生活保護費を借りた時働きながら返還すればいいですかって、はい、まあ、借りるかどうかっていう。ああなるほどね、はい、これね生活保護ってこれ借りるお金じゃありませんので返還する必要はないです。要するに生活保護費はもらって、で収入として入ったらその収入分を差し引くだけですからね。差し引きです、毎月。だ例えば4月10万保護費もらって、5月10万保護費もらって、6月に10万保護費もらって、6月に収入が5万ありましたってなったら、6月分は10万引く5万で5万になるんで、その5万円分を、まあ、これをまあ返すという表現は分かんないですけど、5万円もし10万もらっちゃったらその5万円分を役所に戻すって感じです、はい、なんで過去にもらった保護費を例えばその後お金が入ったからといって全部遡って返すということじゃないです。はい、ここ結構誤解なんで、借りるのではなくて国からもらえます。もらうお金です、はい、もらえます。精神障害を働いていたらもらえませんか。ごめんなさい船津さん、質問の意味がちょっとわからないです、なるほど。
あれですかね、精神を与えてもらうね。あの結論が言いますとね、あの精神疾患の方でも仮に仕事をもししたとしたら、その仕事をして得た収入について、まあ、働いた場合はまたちょっと全額は引かないんです。5万入ってもね、5万全額は引かなくて、まあ、控除されて、まあ、大体3万ぐらい引くんですけど、この3万円は引かれます。これは精神疾患の方であっても、健康な方であっても、みんな同じ、この差し引きの仕方は同じです。要は、働いたら手元に2万円とか1万5千円とか残るので、あの働いたら生活保護でも収入は増えますよっていうことです。そうですね、うんうん、という感じですかね。そもそも小川さん、なんでこういう活動しようと思ったんですか。あ、僕はもうすごい高学歴で、あの僕はもともと結構ね、まあ、マスコミとかそういうとこ来たかったんですけどね、で、まあ、マスコミちょっと向いてますよね、ジャーナリストとか。でもあの僕面接がダメで、はい、で朝日新聞が、はい、あの朝日新聞の試験って本当にもうマニアックな試験で、はいはい、僕あれめちゃくちゃいい点数取ったんですよ、はい、逆に言えばあの試験通っちゃいけないですよ、逆に。あんな知識がマニアックな、なんか怪しい歴史の知識とかなんで、そう、はい、あんなのしてるやついったら絶対、あの、絶対彼女なんかできません、あんな人。って感じ。朝日新聞に入りたかったんですか。え、だからね、新聞社ってみんなこうか同じに固まってたんで、はい、もう単純にですね、もうちょっともう、はい、本当もうぶっちゃけどくしますけど、はい、朝日給料高かったんです。はい、そんで朝日の給料が高かったんです。高かったんですか。はい、最低な理由ですよね。それで、であとほら、朝日新聞って、あの、お金持ってるんです、いっぱい。そう。だからね、朝日新聞で一応試験は通ったんで、うん、面接行ったんですよ、うん、で面接行ったらやっぱりこの滑舌の悪いせいか知りませんけど一発通しましたね。でも交通費5000円でしたね、生活保護受給者の方の質問です、日向さんの質問。今23歳で生活保護を受けています。今就活中なんですが、将来もらえる年金はどういった計算をすればいいですか。もらえないのでしょうか。え、将来もらえる就活中なんですか。今就活中なんですか。あー、もらえないですかね。今23歳ですよね。これははっきり言いますけどね、分からないですね、もらえるかどうかっていうのは。ただ普通に今の年金財政をですね見てますと、まだね、年金って今付加方式って言いまして、要するに分かりますと、年金今も今年金もらってる人っていうのは我々の払ってるお金が全部そっち行っちゃってるんですよね。だからね、この23歳の方 のところに、ね、来ないです、今払ってる年金のお金。あの、というよりも多分年金が、ね、年金が積み立てっていうか、その自分が払ったものが返ってくるって誤解してる人多すぎるじゃないですか。あの年金、すいません、あの超バカなあれで、多分その辺も話さないと多分理解できないと思います。あのね、今の年金制度ってのはね、俗に親、よくいい形した人に言ったんですけど、親孝行制度なんですよ。何かって言いますと、要するに今年金をもらってる人のところに行くお金が、今働いて社会保険料とかっていろいろ引かれてると思うんですよね。引かれてる。で、その年金のお金、保険料のお金が今のもらってる人に行ってるんです。それでも足んなくて税金11兆も入れてるんです。なんでか今年金結構いっぱいもらってるから、高齢者とか。ね、自分たちが貯金してる感覚じゃないんですよ。だからいくら返ってくるっていう制度ではそもそもなくて、現役で働いてる世代が働かなくなった世代を支えるっていう制度なんですよ。で、足りない分は11兆円使われてるんですよって。生活保、小川さんの、あの、エクスキューズっていうのは、その、4兆円生活保護費に使われてるんでしたっけ ?4 兆円使われてて不正受給だとか、もっと減らせって言ってるけど、年金の足りない分を税金で11兆円補填してるのに、皆さんそれは叩かないのはなぜなんですかっていうことを先ほどから言ってます。そうです。で、日向さんの質問なんですけど、どういった計算をすればも、いいですかっていうのは、そのなんで小川さんがそのもらえないっていう答えを出したかっていうと、年金制度がそもそも破綻してるから。一言で言うとそういうことですよね。年金制度が破綻して、今の払ってる人のお金、今もらってる人に行っちゃってるんですよ。で、これをなんとかね、積み立て方式って言って、今その払ってる人がその貯金みたいにしようってやってるんですけど、そもそももう今もらってる人の年金を減らさない限りはこれできないんですよ。じゃあ減らせるかって言ったら、さっきも言いましたけど、だって選挙で負けちゃうから減らせるわけないんですよ。そう、せいぜい減らしたって何百、100円とか200円とかですよね、減らしたとしても。ちょっと減らしましたけどね。そう。で、そんなことやったって、焼け石に水で全然意味ないので、だから、23歳の方が払ってるお金はも、まあ、申し訳ないけど、今もらってる人に行っちゃってると思ってください。もう。なんで、あなたがもらうには、あなたの後の世代の人が払ってくれたお金があなたに来るかどうかです。ポイントは。それはもう制度が変わってるかもしれないし、わかんないです、そこは。
あの日向さん、それ僕ちょっと詳しいんで僕から説明しますね。生活保護を受けてる間っていうのは全額免除になるんですよ。で日向さんがもし仮に年金をずっと、払わないで生活保護をずっと受けてた場合っていうのは半分もらえる。法で免除なんですね、はい、厳密には、ね 3分の1免除なんですけど、そうですね、あの少しもらえます年金、うん、元国民年金の10万は少しだから、まあ、あんまり夏月3万とか分からないけど、まあ、そんなもんかな、うん、もらえようとしてると。でもまあ多分破綻すると思います僕らが年金をもらう頃には年金制度がなくなってると、僕は破綻、もともと年金って本来社会保険料全部賄わなきゃいけないもの、すでに現状で11兆円入れてるわけですから、これさらにまたもうお金入れなきゃいけなくなってくる、どん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 、そうするともうね、だってそれこそ誰か財源がどうって言いましたけど、もう今でも11兆ですよ。簡単に言うと4人の働ける人たちが1人のお年寄りを支えてるっていう制度だったから成り立ってたんですよ。1人の人が例えば8万円もらう場合、4人の働いてる人が2万円ずつ払ったらこの人8万円もらえますよね。これが年金制度。いや、なんつうんだろう、60歳以下の人が働いてるわけだからバランス的に持ってた。だから少子高齢化ってどういうことが起こるかっていうと、1人の働いてる人が4人の面倒を見るんですよ。で4人が8万円必要だったら24万を1人が税金で払わないといけないんですよ。だから破綻してるっていうふうに言われてます、はい、だからちょっと別の議論になっちゃうかもしれないけど、役所に相談すればいいんですか、これは。そうですね、まあそうね、役所にしても分かんない可能性ありますけどね、うん、正直言ってね。だから結局もう3人で1人でなって騎馬戦状態になってて、でそれが今破綻して1人が1人になる。ただ最後に人工知能とかいろんなもの発達してるんでね、うん、一概単純にそのいわゆるスケール目 の子供の稼働年齢 の子供の数だけで計算するのが正しいかもちょっと分からないんで、うん、ここの資産はちょっと官僚もできるのかな、うん、のは分かんないですね。まあでも年金はなるようになるんで、あの大丈夫だと思いますよ。今はその多分目の前のことをやった方がいいと思いますよ、うん、今生活保護受給してるって不安だと思うんですけど、ね、60歳のことを考えるよりも今就活がうまくいくって働いた方が絶対にいいんで、うん、そっちに集中した方がいいと思います、多分。うん、国会で振り分けしているのは100兆円の一般会計のみで、特別会計が300兆円あるので大丈夫な気もします。特別会計の話とか、まあちょっと生活保護とずれてきましたけど、特別会計ですね、うんうん、この特会の方がね結構そのそうなんですね、特会の方でただ結構そのなんですか、一般会計のチェックは厳しいんであれですけど、いわゆる誰かが言ったね、母屋で付き合いの場所だったら、まあ、いや、うん、要するに特別会計はどんぶり勘定なんですよ。だから結構そのお金うまく流用して官僚がなんちゃら接待とかいっぱいやってるんですよ、このお金で。そう、うん、そうやってます、やってます。だから特別会計っていうのはね、気をつけないとその無駄に使われやすいんですね。結構危ないんですよ。だから特別会計があるから、まあそのなんでそう公務員が特別会計を持てるような制度なのか僕は全く理解できないんですけど、ね、特別会計作った時の理屈はこうなんです、はい、例えばですね、なんだろうな、航空特別会計の何部屋、要するに、いや、ある事業やる目的があるとしますね、はい、そうするとその要するにその事業目的に限って、じゃあそのお金を使途を限定して使うように制限しましょうと、うん、まあ、それはいい意味だったんですよ、うん、要するにね、これをやりたいと、じゃあこの事業だけに使えるようにために財源を集めて、はい、例えば道路特別会計もそうですね、やりましょう、そうそう、はい、道路だけ使いましょうとやったのが、いつの間にかその目的が失われちゃいました、はい、だったらじゃあなくせばいいものを、はい、いや一回作ったものは大体なくしたくないんですよね。でそれが残って、じゃあ金も余ってきた、じゃないに使うかって言ったら無理やりなんか作るとかなんか道路をずっと舗装したりとか、なんか建物作ったりとか、で建物作ると発注するとその建築施設業者とにあれしますよね、そこで接待を受けて、うっしゃ、わははわははで、まあ、酒飲んだわけですよ。要は、堕落して利権化するっていう、利権化する典型的な例ですよね。そうそう、失われた20年が直撃した小川さんの世代は、相対的に貧困層が多いような気もするのですが、昭和46年から49年生まれの方は保護を受けている人は多いのでしょうか。あ、これがね、それがあのね、あのまあまあまあ、あの決して多いのはですね、65歳以上が半数以上を占めてますので、割合的には決して多くないです。ただ人口的にはここの層は確かに、いわゆる1学年とか、まあ、1年で200万人いるそうなんですね。で、今回出生数が97万人なんで、ここが多いんで、多い200万人いますので、いずれここの層が、あ、そう、なんていうんですか、いわゆる団塊ジュニアですよね。団塊さんが今70ぐらいなのかな。で、それがいずれどんどん保護増えていくんで、まあ、団塊とか多少これ死んじゃってますけど、
増えていくんで、いずれ45歳の方は将来の保護予備軍って言うといいですね。生活予備軍、これから受ける人が増えるんじゃないかと。甲波さん、年収が保護費と同じぐらいで、お金が欲しいのではなくて家族の医療費が結構かかるので、うん、要は生活保護費と同じぐらいの年収を稼いでいると、うん、でお金が欲しいわけじゃなくて家族の医療費が結構かかっていて苦しいと、生活が、うんうん、で、親族に資産を持っているので無理と言われたのですが無理でしょうか。あ、これ嘘ですね、まあ、無理ですね。いやでもこれで親族でしょ、親族に資産を持っているので無理だと言われたでしょ、うん、親族が資産を持っていることは関係ないですから、全然生活を受けるのに。いや、多分甲波さんが、うん、生活保護ぐらいの生活レベルだと働いているんだけど、うんうん、だけど多分医療費を手出しで出してるんですよ、甲波さんが。あのね、この場合だとするとね、はい、あの厳密に言いますとね、ちょっとその甲波さんの状況わかんないですけど、あの最低生活、あの良い生活保護のね、さっき言った最低生活費のラインでこう決めてきますよね。でこれあの一番単純に決めちゃうと、医療費のところを含めないで決められちゃうと甲波さんみたいなで起きちゃうんですよ。例えばね、甲波さんの収入わかんないですよね。だからその場合は平均医療費っていうのを出して、これも含めて計算して、そうするとお金出ないけど医療費についての自己負担額が例えば1000円2000円でなるパターンとかあるんですよ。あるんですね、そういうパターンが。 そう、うん、そこまで計算しないパターンなんです。なんでただね、そこまでね、役所はね計算してくれないんですよね。だそうすると例えば、まあ、私別にこういうわけじゃないけど、うるさい行政書士が医療費ちゃんと入れて、ちゃんとその最低額で入れて計算しなさいよみたいに言うと、すごいさっき言った議員さんじゃないけどね、もうそんな議員さんいないと思うけど、まあ、そういう人がいれば分かりましたって慌てて、じゃあ医療費のその毎月のあれ出してくださいって計算しますね、うん、そうするとなんか中にはだからいますよ、あのお金は出ないけど医療費自己負担が1000円2000円とかで受けてる方とかいますよ、生活保護。あと先ほどから多いのが、在日の方がなんで生活保護を受けれるのとか、うんうん、その辺の話、議論とかが聞きたいみたいですね。在日はこれ外国人の話ですかね。はい、そうですね。うん、なので、うん、外国人生活保護をまず受けれる、なんで受けれるかって言いますと、まず生活保護法においてはですね、これ国籍要件っていうのがありますんで、あの日本国民以外は受けれないんで、受けれないです、生活保護法では。ただし昭和29年に厚生省が通知を出して、一応まあ当分の間ですね、当分の間、日本国籍でないもの、要は外国人については生活を受けてもいいという通知を出しています。でその通知に基づいて、その自治体が、外国人にも生活保護を受給、あのお金を決定をしていると、決定しています。ただこの通知でやってるんで、外国人だけはそのいわゆる日本人みたいに県に訴えたりとか、そういったことはなんかね、嫌なことあったら県に訴えたりとかができません、ね、であともう一点が、この外国人の方でですね、ポイントなんだ、よく外国人生活保護反対って言って、で裁判ではもう完全に生活保護違反だよってことで最高裁判決出たんで、それを錦に見旗にして、ほら見ろ外国人ダメじゃないかとやってるんですけど、これねちゃんと行政通知の方で出せってなってて、最高裁の書いたんですね、行政通知出す分には何らそれは支障ないと。そうで、しかもこれね、あ、皆さん生活保護ばっかり言ってますけど、例えば児童手当とか、児童扶養手当、健康保険、これ外国人ねもらえるんですかねってなるんですけど、これもらえるんですよ。でちなみにね、これね、こっちは面白いもんで、昭和56年まではダメだったんですよ、外人は。ところが56年になってから国籍要件なくなっちゃった。なんでかって言いますと、日本が国際人権規約を批准したんで、国内にいる以上は外国人と差別しちゃいけないってなったんですよ。そこで慌てて国籍要件を児童手当とか健康保険とか全部撤廃したんです。その時に、じゃ生活保護なんで外国人ダメなんて、ってもちろんね、当然疑問ですよね。生活保護おかしいじゃないかと言ったら、その時の答弁が、いや生活保護は行政通知でもって外国人にも適用してるんで問題ありませんっていうことで答えが終わってるんです。だから生活保護は外国人がもらうことはもう国会で承認してるんですね、 OK してるんですよ、完全に。そうで、だから安倍さんも外国人生活を見直す気はないって実は言ってますよ。あ、これ、あの、報道はしませんけどね。報道したらまた、ね、実は大炎上しちゃうんで、言ってるんですよ。それは、これ知ってるからですよ。国際人権規約のこと知ってるから。そう、うん、そう。だから、あの、要するに、あの、安倍さんは、だから、そこ、やっぱ、さすがやっぱり、政権中枢ですから、当然、厚生省の官僚から言われてるんでしょうね。それできませんよって、もう国際人権規約、あと、外務省から言われてるんでしょうね。おそらくそれで、あ、なるほどと思って、あの人はそれなりの、まあ、一応、まあ、腐ったお仕事ですからね。そう、だから外国人生活保護は別に見直す気はないって逃げてるんですよ、うん、そう。だって国際人権規約違反をしたら勝てるとかっこ悪いですからね、世界的に。別にね、
国際的に恥かいてもいいからね、俺はなんでしょう外国人生活とかやめるんだってやってもいいですよ。ただそんなことだったら日本の国際的地位がまあ多分下がるというか、自分が恥かくんでやらないと思うんですよそれは。猫八さんこんにちは、和道さんこんにちは。小川さんの動画拝見させていただいております。 YouTube のリスナーさんですね、はい、猫八さん、はい、風谷チャンネルは何も分かってないくせによく生活保護の動画投稿しますねっていうことで、あの有名 YouTuber、はいはいはい、風谷さんの、はいはい、うん、あの風谷チャンネルさんの、あの風谷チャンネルさんにおいてはですね、まあ僕もその全て見てませんけど、ただ生活保護に関してはかなり厳しい論調で言ってますね相当な。で中にはそう、いや彼は別に生活保護について、ね、あのいいと言ってるんだって言って、あの生活についてはねきちんと、まあ、いいと言ってるんだって言い方してますけど、ただ生活保護費については今回の削減については彼は反対してませんね一切。むしろもらってる金額が多すぎるじゃないかと。でその対談では誰が対談した方は初任給がうんたらかんたらとかなんとかわけのわかんないことをずっと言ってましたんで、僕は多分あの風谷チャンネルさん、風谷チャンネルさん見てる範囲ですよ、風谷さんの本当の真意は知りませんけど、風谷チャンネルで見てる範囲では極めて生活困窮者の方に僕は冷たいという感じましたね、うん、まあ稼いでますからね関係ないでしょうね。そう、僕から他の YouTuber さんもね言うでしょ、酒パチンコふざけんなかんとか言って、じゃあ年金生活の方はね、じゃあ税金入ってんだからね、じゃあ行っていいのってなったら、まあじゃあ基礎年金部分だけは我慢するの、分かんないけど、そう半分は税金なんでね、そうだからそうなってくるんで、そんなこと言ったらもうキリがないんですよ正直言って。だからそこのところをねちゃんとね、あの分かってるんですかと。だから平等に扱いましょうと、もし、ね、言うんであればね、生活も税金、年金も税金、公務員も税金ね。それこそ公務員のボーナスアップのことは彼言ってないでしょ。だって公務員は税金ですよ。そしたら今度は労働対価というかね、だって労働 してるって言い方はちょっと問題あるけど、そこです平均年収内閣の労働してますかって議論だから盛んに言ってるわけでしょ、もう減らそうって。カズヤチャンネルさん、ぜひ、提談しましょう、3人で。どうぞ、3人で話しましょう。はい。はい。よろしくお願いします。うん。不正受給の話はよく聞くのですが、一方で役所側のずさんな仕事について今後対策は何ら処置できないのでしょうか。この生活保護の流れの仕組みがネックになっていると思います。あ、これはおっしゃる通りですね。だから本当に俗に言うと不正受給な、不正とかね、不支給ですよね。不支給、本来出すべき保護費を出していないという、こちらの方は問題ですよね。でそっちについては焦点が、今のところマスコミさんでは当てられていませんよね、うん、これについてはね、言ってる方もいるんですよ、学者さんとかで結構。そうただどうしてもやっぱ取り上げられないんでね、こういった意見ってなかなかやっぱりね、なんかそのなんていうのかな、やっぱその共産党という名称が悪いと同じで、生活保護という名称がなんかもう変な先入観があって、偏見がね、どうしてもそう。だなんか基礎的生活費とか僕は名前変えた方がいいと思う、正直言って。もうそう、あ、それはありますよね。そうそうそう、ね、共産党と同じ、共産党たまにいいこと言うんだけど、やっぱほら共産党というともね、なんかあいつなんか革命起こすんじゃないかとかってイメージになっちゃうんで、僕はそこをちょっと、まあ、保護って言葉が良くないですよね。そうそう、いやいや、保護って言葉ね、なんか施してみたいなイメージなんですよ。で受ける側もなんかちょっと嫌なイメージになる。だから僕ベーシックインカムっていうのを賛成って言ってる人多いのが、うん、言葉の響きだと思ってる。そうそうそう、 BI BI って絶対そうですよね。それは正解です。そうそうそう、だからベーシックインカムの論者の人って全然ベーシックインカムと生活保護と理解できてなかったりするじゃないですか本当にその貧乏な人とかがをちゃんと生活するんだったらベーシックインカムで絶対生活保護の方がいいですよ。そうです、だからだからベーシックね、だから僕ベーシックライフマネーって言ったんですよ。ベーシックライフマネー、基礎的生活金の方がいいだろうと。そうそう、あ、いいですね。で扶養調査なんかなくしてね、もう最低限この金はもらえると、何に使ってもいいよとね。その代わり不正とかしちゃダメよとね、ちゃんと。でも、あと もっといい生活したかったら仕事するなりなんなりましてやってくださいと。ただし例えば月12万だったらこの分は日本国民ならいいですよと、この分はね、極端まで生きていいよと。これが10万で基準額どうするか、それは国民合意で決めていいと思います。そこはだからベーシックインカムで国民全員に配らないで、管理番号でもう所得が低い人に強制的に国が振り込んじゃえばいいんだよ。そう、それが正解。そう、なぜか申請主義でなると、日本人の中にほらよくもなんか変にやっぱ生活保護で恥だなとか、周りにしてたらかっこ悪いなとかね、いじめら子供がいじめられちゃうんじゃないかとかね、いろいろあるんで、
どうしても申請をためらってじゃあ我慢しようって言ってね、だからいろんなそのドラマの本あるんだけど、これね生活保護で一発で小説終わっちゃうんですよ、うん、そうそう、こんな苦しい思いしてるって書いたんだけど、いやいや受ければいいわけなんじゃないかな、ホームレス中学生とかダンボール食べたって、そうそうそう、だからあのでだ例えばね、いや申請で拒否されましたっていう小説だったら分かりますよ、ああこれひどい話だって、うん、僕か僕かな、そうです、逆にこれベーシックインカムはいらない人はもらわないだけでいいと思いますって言ったら、うん、これは僕から反論させてください、お金いらないっていう人なんかいないですよ、でお金持ちってお金のことをリテラシーがあるからそうですね、もう金持ちになってるんですよ、でただでお金もらえるって言って受け取りませんなんていう人世の中にいませんよ、これあれですよね、政党助成金 の、うん、あの交付2万円ばらまいた時に問題になりましたよね、麻生さんが、そうそう、はい、だからね、あの政党助成金がいい例で、はい、共産党だけが唯一このもらわないんですよ、なんでかって言いますと共産党はもともとお金がね、あの自民党が今トップなんですね、政党で持ってるお金持ちで、次2位が共産党なんですよ、お金持ちっていうのもあるのと、あともう一点は制度助成金をもらわないということでまたその票をもらうっていう、なんかそういう二重の戦術があるんですね、で他の政党はもう金がないからもう喉から手が出るのが欲しいからみんなももらうために一生懸命、その1月1日が要件なんで12月末になるといろんな新党できるんですよ、いっぱい絆、新党絆とか新党なんちゃらとかなんかいるわけで、とにかく5人なんで5人集めるために必死になって、だからある人なんかはもうそれこそ、あごめんなさい、政党助成金じゃない、俺用語間違えました、あの給付金でした、給付金、あの手が給付金、2万円、手が給付金でした、ごめんなさい、あそうなんだけどね、いらないという人、いらない人いいんだけど、いないっすよ、だからみんなもらってないんですよ、だって大学生お金欲しいですよ、うん、うん、あのね、そう、お金受け取らない人なんかいない、それが逆に人間の自然なんでね、だからもちろん受け取らないっていうその本当の人もいるかもわからないけれども、普通受け取るのはこれが別にそれが悪いんじゃなくて、それが人間なんですよ、うん、そこ難しいですよね、だから名前変えて、めぐ、なんだろう、生活以下の人がどんどんもらえばいいんですよ、そうです、うん、でもそしたら公務員とかの減らすこともできるし、いろいろお金回りそうな気はするんですけどね、うん、そうですね、現場、減らせますね、減らせますよ、減らせますね、でも結構現場大変みたいですね、新宿とかでケイソアカさんに聞いたら一人で200人見てるって言ってました、ああ新宿多いですね、200多いですね、はい、だから100いくつは多くても普通1ヶ月に1回見回りじゃないですか、うん、生活保護のケイソアカさん、でも半年に1回が限界だって言ってました、だからね、こうすればいいんですよ、あのね、ぶっちゃけね、なんていうのかな、例えばそのそうそ う, そ, ういうそういう見回りとかいろんな事務作業なんかもどんどんもう非常勤職員さん、うん、そういうに正職員さんでない人が落としてくる仕事を、うん、民間会社とかでやらないんですよね、全然落とせる、 それこそあのアメリカじゃないけど民間軍事会社じゃないけど温度を落としていけば全然仕事減ってくんでね、そうすると今日変な話じっくり見れますよ、200ケースでじっくり、そうで見てあげた方がね、受けてる方だとプラスだろうしね、逆に不正もそれこそ見つかりますよ、だからちなみに不正受給ってどれくらいのケースでこう現場で見てきたんですか、あ僕ですか、はい、僕ケース合計したことないけど、あ年間でね、最初はね3年は行けなかったですよ、なんか不正受給がめちゃめちゃ多いって誤解されてて、僕思ったのが生活保護者の犯罪率とか詐欺率とかその件数とかデータで言おうよってなんかマスコミに踊らされてるんじゃないのって言ったんですよ、ああデータで一回出したいですよね、うん、不正受給の割合はまあ0コンマですよ、パーセンテージデータ上は、ね、0コンマ何パーか忘れちゃいましたけどね、0コンマです、で僕がやった時でも大体世帯で100ケースあって、ね、ない年もありました、まあ、見つけてない方もあるので一概言いませんけどね、ない年もありましたし、ある年も大体1ケースか2ケースですかね、僕はベーシックインカム反対派なんですよ、なんでかっていうとインフレになるから結局貧困者がどんどん苦しくなるっていうのが僕のロジックです、はい、うん。専門用語使ってないですよ専門用語、じゃあまあ分かりやすくしますよ、はい、生活保護をもらえるように専門用語抜くと簡単です、役所に行って、所得が低い人は申請書を出してください、以上です、うん、あと何か最後の質問一つだけ拾って終わりにしたいと思います、何かあればぜひ、なんか質問聞いてみたいことありますか、大丈夫かな。
多分逆にお母さんからなんかこう、そうですね、話したいこと、うん、本当にね、はい、今ね、今のこの時代、まあ、いわゆる安倍さんがまあ強い状態で、まあ、与党が勝ってる、でもこれ仕方がないことで、仕方ないというのは別に与党がいいとかじゃなくて、野党はね、全然こういった例えば今回生活保護を減らすとか、あるいはまあそういったですね状況の時に何にも声を上げていない、だからもしかしたら賛成なのかなっていう気も僕はしちゃうんですよね、うん、野党の方がね。でそれこそさっきで議員さんがやってくるって、どっちかというとそういう政党さん、ね、まあ、共産党さんのはっきりしちゃう、そう、共産党さんも声明出さない、まあ、ツイッターかなんかで言ってましたけどね、で悪いけど声明も出さない、代表とかがね、これおかしいとかね、ただでさえ人気ないんだから出せばいいものだ、出さない、そうで、ってことはそうすると今の政治勢力で多分生活を受けてる方っていうね、投票先が多分ないんじゃないかなって気がするんですよね、投票行動するときだから困っちゃうと思うんですよ、結局 今のようにこうやってバッシングでもって、でそのいわゆるそういったその、こういったそのいわゆる生活困窮者を救うっていう政党が、政党というか政治集団がないし、候補者もなんか何だか言う、何言ったらよく分かんない、よく綺麗事ばっかり言ってると、その言ってるとね、で例えばない、そうすると本当にだから誰が救ってくれるのかなと、じゃあせいぜいやると言ったらその でデモがたまにも来ますけど、戦争法案とかその例えばその共謀罪の時はすごい勢いでデモが起きたけど、生活保護の今回に関して一応デモやってますけどね、本当にちっちゃな規模でやってて、下手にやると今度はそんな暇あったら働けみたい な、 なんかそんなもうどんどん花門がやってくる状態 でなかなかこうデモは起きない、だから本当にね、実際ね、皆さん一つ言えることは、明日は我が身なんで、これ、うん、本当にそこだけで、まあ、明日は我が身じゃない方もいるかもしれないけど、基本的には明日は我が身と思ってください、言ってる方はね、そのことを本当に頭に念頭に置いといて、こういった制度の維持っていうものがですね、必要なのかなっていつも思ってますね。で、あと本当に生活保護っていうのは結構ね、誤解して、誤解っていうのは別に悪い意味じゃなくて、分かんなくて、自分受けられないんだろうと思って、でも苦しいなって方いるんで、で実際はやってみたら受け入れる状態だというケースもあるんで、ぜひ動画の方にですね、コメントください、あるいはですね、こういった動画してほしいと言ってください、それやりますんで、おっしゃる、あれですよね、生活保護に関する質問は小川祐樹さんの YouTube のコメント欄に書くと小川さんが直接、はい、やります、はい、ブログでもいいですし、やります、はい、ブログか小川さんの YouTube のチャンネル、動画がたくさん生活保護に上がっているので、そちらにコメントを書いてください。あと宣伝なんですけど、まあ、小川さん Twitter のフォロー、ブログのチェック、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。小川祐樹さんで検索すると出てきます。あとですね、今回のこの生活保護完全マニュアルという番組なんですけれども、下の方に URL が出てると思います。こちらの方に、こちらの YouTube チャンネルの方に動画の方アップロードをしますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。月1ぐらいでやりたいですね。やりたいですね。またぜひよろしくお願いします。皆さんありがとうございました、はい。